おめでとうございます。2016年最初のロフトラジオ始まりました。始まりましたね。また今年も大変です。なんだよ、今日は誰もいないです。今日は誰もいない。みんなねもうもうね、はい、もうロフトラジオは呆れ返っちゃって、はい、もういつもの司会の椎名さんがいないです、はいはいはい、なのでバーターでできました。あ、そう。お正月は何をされてました？君は誰なんですか？君は一体。私はロフトのメンヘラ担当です、はい、年末年始はどうされてますか？そうね、私はね年末の31日にですね、はいはい、今日は天気もいいしね、要するに、はい、じゃあ高いとこから世田谷区を見ようと思ってでキャロットタワーに行ったんですよ。でキャロットタワーの、ホームページまで見て、ではい、で31日やってますって言うんだよ、はいはい、でわざわざさあの昔の玉電、玉電じゃなくてあれは世田谷で電車に乗って下高江戸から、はい、三軒茶屋まで行ってキャロットタワー行った。キャロットタワーだけやってないのそんなバカな。だからもう保坂にどうやって文句言おうかだって他のね伝え全部やってんだよ、はいはい、ほんで屋上だけやってない。最初に調べていたんですね。だからビルはやってんだよ。でも あの展望台をやってないと。31日に展望台やんないってのはどういうことなんだよ下平お前は。あ、違うか。あ、ここにね下平さんがいますね。はい、はい、どうもどうもこんにちは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします、はい、お願いします。下北沢のネバーネバーランド店主の下平健二と申します。まあ、大体下北沢では下平と言われることが多くって、まあ、当然平野さんも下平という。あ、私ずっと下平さんだと思ってました。下平というのが元々の名前なんですけども。そうなんですね。みんな下平さんって呼びますね。そうですね。だね、とにかくねこの人の紹介の、はい、自分の紹介自己紹介はネバネバランドの下平ですだってさ、はいはい、全然さ迫力ないんだよ俺はね、だからやっぱこの人は天才なんだ。天才でしょ。だっておい、あんた知らないだけどバックギャモンっていうね、はい、世界で三大、ボードゲーム、三大ボードゲームですよね。はいはい、三大、要するにあれは何、うん、ビリヤードじゃないの？ポーカー、チェス、ポーカー、チェス、ドミノ。あ、ドミノか、はい、ポーカーじゃないんだ。はい、チェス、ドミノ、バックギャモンです、ね。バックギャモンですよ。うん、で、そのバックギャモンで、うん、ね、優勝したとこだよ世界で。世界でこれはね、だヨーロッパ行けばわかるけども、ヨーロッパのトルコとかそんなんだって道端でみんなバックギャモンやってんだよ。大人気なんですか？で大人気だから彼が本当にちゃんとプロになって、はい、ヨーロッパあたりにすれば相当稼げるはずなんだよそれがなんか東京あたりうろうろしてさ歯医者の真似事やって。真似事ですかねあの一応あのなんかあの勘違いされると困りますので、うん、あの僕自身はバックギャモンの、はい、もう昔からずっとやってるんですけども、本業が矯正専門の歯医者をやっていまして、うん、子供の歯並びを直すと、はいはい、でただ僕自身が歯医者になる以前からバックギャモンのプロをやっていたんで、はあはあはあね、そっちが先なんですね。だから学生時代からもうバックギャモンを真面目にやっていたので、はい、だからあの歯医者はその後なんですよ。だから大学に入るときは歯医者の大学に入ってるんですけども、歯医者になるのは卒業した後ですからね、そういう意味では歯医者のよりは脇山が先というで、一方では矯正医っつってさ、俺はね日本で3本の指に入る矯正医だって言ってたじゃないかよお前今ありがとうございます。もうそうするとさ、バックギャモンで、ね、まあ、今 ね世界何位ぐらい、まあ、10位以内入る。いや全然、僕あのランキングまで44位なんで。4位、あれ41位かな、41位かな。低いじゃないですか。でもまあ世界ランキング、なんだよ俺世界ランキングは、うん、毎年毎年じゃなくって2年に一度改定がありまして、はい、実を言うと僕あの2年前に初めてランキング入りして、まあ、今年もうちょっと上がるかなと思います。一時だってえらい勝ってたじゃないですか。で優勝したとか、モンテカルロで優勝したとか。基本的にバックギャモン の、はい、あのランキングってアメリカが決めるとこがあるので。ひどいね。アメリカばっかり上位に行くんですよ。あーノーベル賞みたいなもんだな、はい、ほうか。ただ、本当にうちの後輩たちが今世界でプロフェッショナルとして日本バケモン協会で頑張っていて、実は1位と2位は日本人なんですよ今ランキングは。それは下平さんの後輩だ。全 部、 全部教えたやつだ。そうです下平さんが、はい、下克上ですね。下克上ですね、はい、いやでも、まあ、僕としては嬉しい話でございまして、バックギャモンというと、うん、えっていう人が多いですけど、うん、まあ、世界的には先ほど平野さんが、うん、まあ、ギリシャに行けばみんなやってる、まあ、そんなゲームでございます、うん、トルコ行けば100人いたら99人できるというゲームでございまして、うん、だからそういう意味では非常にメジャーなゲームですけども、うん、まあ、日本では囲碁とか将棋がメジャーなので、う
まあ、そういうのであまり知られてませんけど、まあ、よく言われるスゴロクというものがありますね。スゴロク、サイコロ転がし正月にやるという、はい、あれというのはもともとバックギャモンを簡略化したもので、ちょっと前にあの平安時代くらいの、あの話として平の清盛があったじゃないですか、平安末期の、はい、あの頃のあの時にいつも清盛がこうダイスを振ってやってたのが、うん、バックギャモン、日本名がバンスゴロクでございます。でそれがあの簡略化してエスゴロクになったりしてるというので、スゴロクってあの総ロクって書くじゃないですか、2つのロクって。そうだから、でも普通のスゴロクってダイス1個しか転がさないでしょ、はいはい、サイコロを。そういう意味では実はそれだけ簡略化されたということなんですね。例えば石森さんがヨーロッパなんか住んでてね、まあ、これから、まあ、例えば住んで、ほんで、バックギャモンじゃ飯食えない？いやもう、はい、バックギャモン自体よりも今はもう、ポーカーの方が盛んになってまして、よくポーカーで世界選手権があるとかいろいろ言うんですけども、うん、ちなみに平野さん、ポーカーの世界チャンピオンになるといくらくらいもらえると思います？知らない。あそこでも天才なの？推定何億？え、そんなに？そりゃそうでしょう。だってあれはギャンブルだもん、間違いなく。何百万とかじゃなく、そんなに全然レベルが違うんですよ。ちなみに今年また、去年ですね、去年11月あったんですけども、優勝賞金は11億円です。あ、お前がヘッチだって面白くもなんてないんだよ、お前は。宝くじすごいですね。もう本当に、まあ、アメリカなんかだと、だから子供に聞くと将来何になりたいって言ったらポーカープロっていうのが出てきてる。でポーカーっていうのはあれは運、麻雀と、麻雀は例えばさ3分の2が運で3分の1が実力だとか言うじゃないですか、はいはい、でポーカーっていうのはどのぐらいその才能とあれから運は、いや実はポーカーって今多分はい、平野さんが頭に浮かべてるポーカーっていうのは、うん、まず5枚手で配って、うん、で3枚チェンジとか、1ペア、2ペアとかっていうやつじゃないですか、うんうん、今最近やってるポーカーっていうのは、まず2枚ずつ伏せて配るんですよ。ただ成宮さんもね、2枚ずつ配って、うんうんうん、で当然最初に2枚配って最初にそれで1回目のベッドがあるんですよ、うん、そうするとやっぱエースエース持ってるのが一番強いですよね、うん、でその後に今度は3枚表で出るんですよ、うんうん、3枚表、うん、その1枚2枚3枚、その3枚が我々3人の共通カードになるんですよ。はあ。で4枚目を開く、5枚目を開く、うん、5枚表になっていて2枚伏せて、うん、そのうち7枚のうち5枚を選択するというゲームなんですよ。親は？親はないです。親はあのカード配るだけだから、親はカード配るだけなので、だから親は基本的にあの、いや親が取るっていうことはあんまりないわ。はははうん、ということで、はい、そっちの方に、うん、あの比較的そういったいわゆるお金を稼ぐプロフェッショナルゲーマーは行ってるので、どちらかというとバッキャモンはどちらかというと本当に、まあ、お金は当然稼げるんですけども、どちらかというと名誉的なプレ、うん、ゲームになってることも確かです。石森さんはね、それから、はい、結局は世田谷って、実は世田谷住んでないんだ、あれ、ちょっとね、渋谷区に住んでるのに、世田谷区民だなんて、選挙権ないんだから。で、そんでね、世田谷区政にはまっていくんですよ、世田谷区の諸問題に。それが要するに下北沢、まあ、彼が店持ってるんだけども、うん、下北沢の再開発問題にはまっていくんですね、はまっていって その運動をするんですね。そこで平野さんと会ったんですか？俺はよ呼び出されたの、お前もやれと、お前も下北沢に店持ってんだろうと、シェルターという店持ってて下北沢の一大事だと、うん、でとにかく来いって言われて、しょうがないから行って、俺もはまっちゃうわけで、これが西武座下北沢という、はいはい、もう彼これ2003年にあの下北沢で始まった運動でございまして、うん、まあ、まあ当然下北沢ご存知の方多いように、歩いて楽しむ街、はいはい、で音楽の街、うん、演劇の街、いろいろあるんですけれども、うん、そこにでっかい道路を作って、ガーンとでっかいビルを作ってというような計画が起こったと、はい、そこでそれはおかしいだろうということで、うん、まあ、地元の人間たちが集まって、はい、でちょっとこれはおかしいと、ちゃんと物申していこうと、うん、いうことで始まったのが西武座下北沢で、彼これ12年くらいやってるんです、うん、路地を守れみたいな運動だよ、うん、ほんでね、うん、駅前にね、うん、で100メートル近いね、幅、うん、25メートルのね広い道路を作ってね、うん、でバスから全部来てね、うん、そしたら今までのその下北沢の路地とかね、うん、そういうとこ徘徊する、うん、なくなっちゃうじゃない、ただのどこにでもあるようなね、うん、近代的な街に なるんじゃないか、うん、ということで彼らは反対するわけ、一銭も得にもあんないのに運動をするわけですよ、う
はい、でまあもともと僕と下北沢の関係っていうのはやっぱり平野さんにも実は関係があって、あの僕1980年に東京に初めて学生としてやってくるんですけども、はい、その時最初に住むことになったのが下北沢なんですよ。でなんで下北沢だったかっていうと、うん、僕高校時代からロックが大好きで、で憧れてるのが山下達郎さんだったり、坂本さんだったりとか、はい、そういう人が大好きで、うん、で下北沢に住めばそういった人たちに会えるんじゃないかと。だって下北沢ロフトがあったから、そこには下北沢ロフト、うん、で高校時代は東京に来ることなかなか難しかったので、下北沢ロフトのライブとか、うん、たまたま兄貴が東京に住んでたので噂を聞いたりとかしながら、うん、もう下平少年はいつ東京に行けるんだろうと思いながら下北にやってきて、うん、下北沢ロフトに東京に来た次の日に行ったんですよ、そういうことで。だからそこはあの下北沢を愛する、はい、ことになった一番の話なんですね。じゃあ平野さんきっかけなんですか。そう、つまり下北沢ロフトがなかったら下北沢に来なかった可能性が高いから、うん、俺はねこういうねロック少年を食い物にして、俺はねぬくぬくとね いい飯を食ってたんだよ本当は。でもその頃の下北沢ロフトってすごかったらしいですね。話を聞くとすごかったですね。いや俺のね今の店の経験、店を作って今俺十何軒作ってるんですよ、はい、中で一番楽なのは下北沢ロフトだった。もう開店からガンガン客が来て、ほんでたかだか1ヶ月ちょっとでさ、まあ、あの頃週に3日から4日しかライブやんなくて、あとは、はい、でロック居酒屋、これがもうたかだか1ヶ月ぐらいで500何本のボトルがあのでキープされて、もうほんでもうとにかく列ができるんだから。すごいですよね、そういう時代だったね。でも今の人たちにするとボトルをキープってのよくわからないから、ボトルキープなんてわからないですよね。ボトルキープあのキャバクラとかにやるやつですよね。あーこいつは何もしない。ボトルキープわかんない、困っちゃう。常連さんのそう当時は自分のボトルを持って、はい、で毎回チャージっていうので氷代お通し代くらいを払って飲んで、はい、チビチビ飲んでいたという時代でございまして、その当時やっぱりオールドとかホワイトとかいろいろあって、はい、やっぱり貧乏人はホワイト、金持ちはオールド、まあそれサントリーで言えばね、うちはね日課と契約したから、ね、そうだったんですか。ブラックファイブ50とかいうやつをなえじゃあ500人も常連がいたんですか。常連だから、いや500ぐらい一発でたまったって話で常連ですよ。だからすごい儲かった店で、だから新宿ロフトがねあれから1年も経たずに作る、もちろん借金もあったけども、はいはい、でも新宿ロフトをできたのは下北沢が圧倒的に儲かったからなんですよ、はい、だからもう下北沢にはもう俺頭上がんない。あ、うん、やっぱりそういうとこがあったんで、やっぱ下北沢のこういった問題が起こった時に長谷さんじていただいたという感じたんですよ。いやいや暇だったんです。失礼な言い方ですけど、俺はほら元全共闘男だからこういうのが好きなんですよ。そういうもう理由なんか反対が大好きなの。もう反対したら気持ちいいわけ。反対反対とか言っててさ、で俺問題はここからなんですよ。はい、で俺は今、この前のそのほら出版下北沢の出版記念会でも言ったように、はい、下平から文句やったけど、今の新宿が、はい、歌舞伎町が、はい、要するにねもうほとんどね今ヤクザもあんまりいなくなった、うんうん、全部とは言わない方があんまりいなくなって、うん、で、風俗もどんどん駆逐されて、で、コマがあんなビルになって、うん、雑居ビルですよね、うん、でその中にもう普通の店が入って、王将だとかさ、たこ焼きとかそんなのが入ってて、ほんで実は歌舞伎町が要するに女子供とかさ、うん、それから、家族が来れる街になってきたの、うん、安全な街ですね。そう、うん、そうするとね、俺は例えば今までねやっぱり歌舞伎町にずっといるじゃない、うん、でもうここも歌舞伎町みたいなもんだけど、うん、やっぱりいつもどっかで緊張してるんですよ、はいはいはい、それはねその歌舞伎町ですから、そんなね下北沢歩いてるわけいかないですよ、うん、でどっかで緊張したのは このねあのコマが潰れて、んでああいうビルになってからほとんど緊張しなくなって、楽だなこれで、周り行けばさ、それまではもうギャンブルかさ風俗とか、いや薬中の人間しかいなかった、ほとんどもう目キラキラさしてさ、そんな連中ばっかりいるとこでさ生活したのがさ、家族連れとか女連れとか女の子たちが、うん、OL がバカバカ来るようになって、えこういう街楽じゃん。そうなんですか。今までね俺はね、新宿 の風俗を守れとかさ、そうですよね。なんかでも僕自身はですね、今の歌舞伎町にすごく文句があって、そうやっぱり ね、これは人それぞれ考え方は感じ方違いますけど、やっぱりそのドキドキ感っていうのは
やっぱり誰も持っていたいんですよ、うん、いつまでも、うん、でやっぱりその恋心でドキドキするとかいろいろあるかもしれないけれども、そういったらちょっとここねやばいんじゃないのと思いながらこう飲んでたりして、うん、スリルが、僕実は昔あの歌舞伎町でヤクザに囲まれたことがあって、なんでですか、あのこともあって、結局それで やばくなって文句言って逃げ出して、ラーメン屋に逃げ込んだらその中心人物が入ってきて、ただで置くと思うなよって言われてしょうがないから警察に電話して迎えに来てもらったっていうことがあるんですよ。でも普通だとそれだと、あのやっぱりもう怖くて行かないっていうことになる場合が多いじゃないですか、うん、はい、でもなんかその時のなんか、 感じたものがあるんですよ。あ、そうなんだよね、高揚感が、だからそんでね、はい、だからあの危機感とか、うん、それからやばいなと思わないような歌舞伎町には興味ないとか言っても、ミランさんも本当は反対してたんですよね。してたんだけど今のが楽でいいよなっていうことは問題はここなんだよ。キーポイントは、はい、俺も下北沢でもどこでもな、うん、これが今中央線でもずっと都市開発反対とか言ってるじゃないですか、うん、もう都市再開発はね、石森さんね、うん、最近思ってるのは避けられない、これは資本の論理から住民の論理から含めてもう避けられないということは、歌舞伎町が誰でも、もう他の、ね、町と同じ町になる、もう避けられないよ。ここはですね、ちょっと最近下北沢が違うとこなんですね。あの、まあ、またあの今日はあの、まあ、松尾さんも穂高さんもいらっしゃるので、はい、その時にまた下北沢の最近はどうなってるのかって話を、はい、トータル的に話してもらいたいんですけども、はい、一番大きく変わったことっていうのは、やっぱりその歩いて楽しむ街っていうのがどんなに面白いかと、うん、車が入ってこないで、そういった街にはただいるだけじゃなくって、そこで一緒に何かをやる、まあまあまあ、時々僕あの平野さんに馬鹿されるんですけど、あの実は30年ぶりにおととし盆踊りを復活させたんですよ。金魚すくいは盆踊り、盆踊りですか、金魚すくいじゃなくて下北沢で、下北沢の駅前が今工事やってて、こう、はい、あの今マーケットが買収されたり、うん、いろんなところが空き地ができたんですよ、はい、そこを普通だとこう囲ってるんですけどね、フェンスとかで、うんうんうん、それを開けさせて、今あの実際駅前の商店街が中心になって、はい、そこの管理をして公園にしてるんですよ。でそういう場所がいくつもあって、はい、本当はそういう場所っていうのは閉めとかなきゃいけないんですけど、まあ、世田谷区が頑張ってこう広げて、でそれをあの商店街とか町内会が管理する形で公園になってると、はい、そこを使っていろんなイベントやってるんですね。だから普通こう工事が始まるとフェンスに囲われて、はい、その町が一回死ぬんですよ。でその時に結論として、個人商店街とかそういうの全部死んじゃって、うん、人が来なくなって、はい、で結論として大手資本が入ってる、うん、はい、話を急ぐんだよ、まあ、はい、もうねあと10分しかないんだから、まあ、あとみんな来るんだ、小坂さんも来た、まだ来てな、ね、いで問題はね、ここを聞いてほしい、ここがキーポイントなの、はい、それで西武財下北沢の運動をやってて、はいはい、でまあ結構支持を集めたよね、いろいろなことやってし、そうそうそう、毎週毎週集まっていろいろやった、はい、やって若い女の子もいっぱいいたんだよ、運動をやるね、はい、でその中で僕らはデッドに行くわけということは、どこで折り合いつけるか、うんうん、例えばそれは、環境省も何もいろんなさ、うん、国家権力もそれからそういうのもみんな、なんかしたい、あの要するに変えたいと思ってるから、はい、どこで折り合いつけるか、うんうん、都市再開発のね、ほんで大家さんだってみんなさ、今まで低層ビルしか建てられないとか、うん、10階20階建てられるわけだ、そっちの方がいいに決まってるわけだから、で、ね、うん、でそこで彼が最終的に選択したのは、これがすごい、補佐官信人を区長にしよう、これをね、多分保坂さん、多分ね、全くね、俺が保坂さんいないから言うけど、うん、保坂さんは初めね、世田谷区長やる気なんか全くなかったはず。そうなんですか。それを彼が口説いた。すごいんだ。だからこれがギャンブルなんですよ。そういうつながりが。彼、要するに今、保坂さんぐらいしか、うん、世田谷で勝てない。自民党、公明党の連合軍に。うん、社会党、社民党、みんな終わってるわけだから、それを彼はね、口説くわけですよ。ほんで、保坂区政誕生という、だからこれはね、保坂さんいないから言うけど、うん、保坂区政誕生の立役者はこの人なの。いや、そんな方がいい。いや、間違いないですよ。100% 間違いないですよ。黒幕。もうそれもね、たかだかちっちゃなね、喫茶店の区役が片隅でさ、うん、保坂さん出るよ、出ないよとかやってるんだよ。でも革命は喫茶店から起こるっていうじゃないですか。あっと、こいつちょっと、分かってんじゃない、おい、ね、バックギャモンの名前すらしなかったやつが、革命は喫茶店、居酒屋だよ、お前。清美さんが言ってました。革命は喫茶店だって。でも本当、うん、あの保坂さんには、すごいでしょ、僕自身も、当然、
穂坂さんっていう、あの衆議院時代のことをあの理解してらっしゃる方にすると、国会の質問をということでいろんなことを質問していたと、ね、だから僕自身はもともとは彼は国に必要な人だと思ってたんですよ。俺もそう思ってる、今でも思ってる、実は俺 も、うん、でだけどあの311のあの後にあの杉並区長の田中さんなんかと一緒にどんどんあの南三陸とか、うん、ああいうところに入る形で、はい、あのいろんなどういうふうにしたら筋道を立てて入っていけるかとか、うん、いろんなそういう調停をしながら入っていくと、うん、その時にもしかしたらこの人って僕勘違いしたのかなと、あーはーはーはー、実は調停型の人だったと、うんうん、調停っていうのはやっぱりその政治家にとってとても重要ですし、うん、当然首長たる人に一番必要な素質でございますの で、うん、でそういうので穂坂さんに時に話した時に僕は勘違いしてたと、うん、あなたは国に絶対必要な人だと思っていたけれども、うんうんうん、でも実は本当は首長タイプなんじゃないかと、うん、それを穂坂さんに話して分かったという話で、ね、穂坂さんやらなかった、あじゃあ考えてみようと、あ考えてみようところで僕もその後いろいろと穂坂さんの、うんまあ、歴史的なものを調べてみると、うん、やっぱり社民党という少数会派の中で、うん、自民党とか、うん、いろいろそういった大物議員を立てる形で、うん、いろんな彼がアイディアを出して、うん新しいいろんなものを立て上げていったことを知ったんですね、うん、あそうかこうやることできるんだというのは、うん、ちょっと僕自身はやっぱこの国会で華々しくやっている穂坂のことというのしか見えてなかったっていうのをその時気づいて、だから西武さん締め切られる頃はね、はい、もう負けてもいいからね下平さんが区長に立候補しろってやったんですよ、はい、で彼はいろいろ考えた挙句、はい、やっぱり穂坂さんだろうみたいな、はい、すごいですよこれがね、ギャンブラーの基本、要するに当てをつけるわけ、まずこれだろうっていうね、あれはね勘だよな多分、そうそう、勘ですね、そんななんか分析したら穂坂さんそんな仲いいわけでもなかったもんね、うん、そんなに仲いいわけでもなかった、ただですね、はい、穂坂さん自体は、うんまあ、その西武座下北沢の運動とか理解してたからね、当然ね運動してたと、あとその前に僕がやった、うん、浅野志郎さんの選挙、浅野志郎の選挙ありましたね、はい、あの最初 の、 あのビートルズを歌うやつだろ、あ、違う違う、プレスリーだ、プレスリーあの、あの浅野さんを担ぎ出すいろんなこう絵描きっていうのは僕がしたんですよ、あでその時に穂坂さんも見てて、でその後に、まあ、あれはちょっとなかなかダメな選挙になっちゃったけれど、穂坂さんがいや俺のことも考えてくれないって終わったんですよ、そうなの、そう言ったの、ええ、初めて聞いた、なので、うん、その後いろいろとじゃあ分かりましたってことでいろんな協力したりとかしてたんですけども、うんまあ、杉並区で選挙ありましたでしょうね、はいはい、ちょうど2019年の、そうあれ穂坂さんも一生もしてたね、落ち込んでたね、あれね、あの時の政権交代の時に穂坂信人が通らなかった、民主党推薦で出たんだよね、あれ、あの社民党公認、民主党の推薦で、僕あの当時ちょっと個人的に忙しくって穂坂さんの応援できてなかったんですよ、うんうんうん、でそれで穂坂さん負けて、うん、その日夜ずっと朝まで本当に申し訳なかったと、この次から応援するからっていうことで朝まで飲んだところから穂坂さんのバックアップをするようになったと、ああああ、もういうそういった前のもともとの、うん、プロローグがあるんですね、ああああああというね、そういうねすごいやつなんですよ、うん、こいつはプロデューサーだったんですね、うん、でもう一発のこの人のもう一つの来た肩書きが歯科医師、医者で飯を食ってるというね、ほんでそれもね、委員とかそういうのあれしなくて個人契約で、あ、梅蔵さんが来ましたね、いや梅蔵さん来てくださいよ、ここにどうも梅蔵さん、明けましておめでとうございます、どうも本年もよろしくお願いいたします、いや今ね、もう下平の武勇伝を伺ったんですよ、下平がいかにすごいギャンブラーかという、そんなことはないですけど、穂坂のことを担ぎ出したのもこれはギャンブラー、世界の下平と、世界の下平ですね、下北沢で言われてます下北沢でめちゃくちゃ有名ですよね、俺まるっきりも下北沢興味なくなったもんね、あの穂坂さんが受かってからもうね、俺たちがギャーギー、これでが、ま、もしねまた自民党が勝ってゴリ押しでね、うん、下北沢の再開発をやってたらまたなんかやるだろうけども、穂坂さんが出てね、そんな帰らんのような下北沢だったらもういいよって感覚あるもん俺、だからもう下北沢全然興味なくなって、あれからほとんど行ってないもんな俺下北沢にね、ね、月に一遍ぐらいしか行かない、本当週に2回くらい必ずいらしてますね、一時はね、一時はもう、
で終わったら、あの一応いろ西武田下北沢の会合があった後は若い女の子とか、もう朝まで飲んでいつ、それが目的だったんじゃないですか。それが楽しかった、意外と財布開発もともとどうでもよかったんじゃないですか。まあ、本当にあの学生が多かったので、うちの運動は。そう。それでみんなすごく才気あふれた。佐々木理恵なんかもそうだしね、ジャムオもそうだし。ね、二人ともロフトに入りましたけどね、その後。何しに行ってんだって感じですね。というね、で、あとは、下平の下半身の話は、あんまりお前変な噂ないね。ありがとうございます。あんの？あの一応そんなことはないに決まってるじゃないですか。下平の下半身事情。言わない方がいいですよ。一つ言うと10になって膨らんで広まりますから。私もそのことは10に言っておりますので。で結局山下洋介に高校時代のその長野のね土居中にいて、で高校時代に山下達郎さんが好きでね、ほんで、下北が来ればええんじゃないか、ほんで下北に住み着いたって、もうほとんどアホな青年。下北沢ロフトもあったから。あ、下北沢ロフトに出てらっしゃったんでしたっけ。山下達郎さん出てたんですよ。で、行こうだけじゃなくて、で下北沢ロフトに出ていて、でそれで、あ、下北沢に行けば坂本龍一さんにも会える、山下達郎さんにも会えると思って下北沢に住み始めたのは確かなんですよ。で行ってみたら、もうそういった下北沢ロフトがそういった営業形態から変わっていたという恐ろしい事実に気づいた。それはもうだから乗れ分けして、した後だったんですか。でその後5年ぐらい後に下北のシェルターってのを作るんだろうけども、もっとも後か、うん、もっとですね、うん、おいおい、あと3分前だっていうのにゲストが一人も来てないんだ。来てる？伝わってるんですかね、そもそも。伝わってるんですかね。伝わってました。伝わってます。あ、そうですか。向かってる最中だと思うんですけど、お忙しいからね、ご公務がね、いろいろありますから。なんかこのお兄さんに質問ありますか？聞いちゃいました。どうか。そういうね、いやだこの人は勝負師である天才なんだよ。天才じゃなきゃバックギャモンで優勝なんかできないですよ。だね、ランク40位なの。全然41位だって。まあ、厳しい世界ですよね。世界のトップ1位、まあ、2位は日本。お前奨励会入んなかったんだろうが、バックギャモンの。そういうのないのか、奨励会。一応僕自身もバックギャモンに関しては、まあ、今現在、まあ、いろんなこともやってるわけでございますけど、ちょっと、まあ、下平流のプレースタイルがあって、うん、でその下平流のプレースタイルが意外と他のプレイヤーとは全く違うんで、だからこそあんまりそんなに勉強してるように見えなくても勝てるのはそこにあるんですよ。だから僕自身は自信があることは、こうバックギャモン、例えば寄付を並べてみると、これ誰が打ってるのっていうのは、これはケンジが打ってる。ちょっとバックギャモンに寄付なんてあんの？当然あります。あるんですか？それは自信があることで、寄付なんて言ったって分かんない、何も。何のことか分かんない。7、6、3、4、4とかあるじゃない、こうどこに刺したかっていう、あれ。そういうのがバックギャモンでもあるんですね。まああんまり興味ないみたいな。いいじゃないですか。いや、だってバックギャモンって言葉すら知らなかったんだから、困りましたね、おめでとうさん。知らないじゃないですか。知らねえか。でも革命は僕もそのなんか革命は喫茶店で言い出した。革命は喫茶店から起こる。何ですかそれ。塩見さんから聞いた話で。いやそれとバックギャモンと何か関係あるんですか。いやそれくらいはそれは知ってるとよ。あ、まあ、バックギャモンは知らなくても、そういった大切なことを知ってることが重要かなと。あ、なるほどね。ええ、バックギャモンってなんか村上春樹の小説に出てきて初めて知りました。あ、そう、あ、そういうものがあるんだと。だおしゃれなもんなんだなと思いましたね。1980年の頃に、うん、原宿とか六本木で一大ブームになって、そんなのあったんですか。でプールバーっていうのが流行って、はいはいはい、でその時の端っこにバックギャモンボードが置いてあって、でそれでプールバーで待ってる時間とか、 あとカフェバーでこうおしゃれに女の子を教えたりとか、おしゃれですね、そういう時代があったんですよ。でその頃に僕自身も覚えるんですけども、その当時貧乏な学生やってたんで、全然そんなおしゃれなとこに行けなかったっていうのが今残念だなと思ってますけど。相当そんなおしゃれな競技だったらね、女性もナンパしたりとかできるんじゃないですか。ちょっと教えてあげると、そんなプールバーで、そんなことしてたんですか、指名さんは。いや全然、奥さんはそこで見つかったとか。将棋もこの人強いんだよ。だからそういう勝負が強いんだよね。だから保坂選挙も受かっちゃうわけだから、勝っちゃうわけだから。そうですよ、勝負師なんだよ。
うん、保坂さんの選挙の時に、なんか一遍なんかどっかで下平さんと話してた時に、うん、僕は負ける勝負はしないからねつって。かっこいいんだよ、偉そうに。たかたか敗者のくせによ。失礼いたしました。ちゃんと勝ちましたから、すごいなと思いました。うん、俺は2回目はね、むちゃくちゃ楽勝だと思ったから、あれは俺は世田谷住んでて、俺はね、烏山には店持ってたし、もう世田谷は結構いろいろ知ってるからみんなが評判良かったもん、うん、全然問題ないって。もうずっとそれをさ、選挙直前になって保坂危ないとか言い出すんだこの人は。それがまた一つのそれが勝負師のあれじゃないですか、またこうブラフっていうかね。そしたら倍で勝ってんの、ダブルスコア、ダブルスコアで。さすがです、ね、ということは31分になって来ませんね、困りましたね。あれ松尾さんには伝わってるんですか、ね、松尾さんいくらなんて伝わって、俺がやってるから大丈夫。あ、そうですか。でも、はい、でも8時に、どこどこ出るとか言ってたから、道が混んでるとなかなか来にくいですし、うんうん、そんなことはないでしょ。歌舞伎町で大きい火事があって、はい、さっきそれで道があれかもしれない、車が入れない。あ、ですか。じゃあ今日は下平さん特集ということで、僕あの平野さんに聞きたいことがあったので、せっかくですからちょっとお伺いしたいんですけども、平野さんって自分自身飽きやすい飽きやすいっていう割には新しいこと始めるじゃないですか、うん、まあ、でその時に今まであの飽きやすい飽きやすいの中で一番長く続いたことってやっぱりロフトですかね。やっぱそりゃそうだ、44年もやって、いや一時ね、一回はもう全部捨てて、うん、で外国行っちゃったじゃないですか、はい、ほんでその時には俺6軒の店持ってて、はい、ほんで5軒を全部潰して、潰すかのれん分けにして、だから下北ロフトものれん分けして、まあ新宿ロフトぐらい残しておくかっていうぐらいの発想で、うん、で約10年間8年ぐらい日本にいなかったんですよ。で興味なくなって、はい、で外国で商売したり、まあ、バックパッカーやったりして商売したりして仕事したりしてて、で仕事に失敗して日本に戻ってきて、やっぱりもう一回ロフトやるかって、そういう話ですからねその時は新宿ロフトだけが人に預けておいたのが残ってた。でも良かったですね、預けておいて。いやもしなかったら、なかったら多分ひょっとしたら日本戻ってきてない、多分。やっぱりね、こう向こうで辛いことあるとね、うん、あ、新宿ロフトのあの時代楽しかったなとかね、それからカリブの海を見ながらね、あの、歌舞伎町のネオンがキラキラ考えてくるんだよ、あ、やっぱり帰ろうっていう気に5年後に、5年間あのドミニカという国で頑張って、そういうことでしたね、うん、だから、なかったらまだ頑張ってたかもしれないし、もう日本嫌いで出たんだから、うん、はい、もう一つやっぱドミニカかですか、はい、でやっぱり食事とかってどうだったんですか。俺はね、食事に興味ないから、別にそんなもう女中やっとってたから食事興味ないのに日本食レストランやってたって言われた何なんだろうって感じですよね。なんで日本食レストランかっていうと、例えばああいうね、高田人口、俺が行った時は600万、はい、で要するに俺が例えばドミニカで日本食、その頃だって世界の寿司天ぷらってのは世界のブームですから、はい、で俺があそこで作れば日本に興味のあるやつはみんな俺の来るんですよ。それはアメリカ大使だって来るからね。でそれで俺はいつも店にいるから、やっぱり話しかけるわけでしょ、いろんな人に全部コネクションできる、うん、そうすると日本のことなら、あのレストランってハポネっていうのは、ハポネスっていうであれなんだが、でそこに行ってその平野に聞けばなんとかなる。だから俺は万博の要するに権利も取れたり、はい、で外務省行って万博やれと俺が全部やってやるから、その代わりお前を日本に旅行してさせてやるみたいなことを言うわけですよ、嘘ばっかり。でそういう、だからああいう小さい国 で日本レストランを持つと、例えば東京でもでロック基礎はもちろんロック関係者集まってくると同じようで、はい、日本に興味のある人がみんな集まってくる、それを料理できるわけ。そういうことで例えば万博やれたり、それからあそこの第一人、はい、対日本との第一人者にはなれる。だからちっちゃい、だって600万で、今から30年前の話ですからね、はい、600万で半分以上がモンモデだよねえ、女ね、だから極端やったらさ、で世田谷区の区長よ、区長、大統領が区長ぐらいのもんだよ。すごいそんなもん。そしたらさ、大統領と平気で会いに行けるわけね。はいはい、じゃあ何回もお会いになる。会ってますよ当然。すごい、だって俺、はい、日本レストランの偉いんだもんで、うん、であと、いや、まあ、本当にそういった意味で、まあ、ロフト残しててよかったって話の中で、で僕多分平野さんいろいろといろんな人に話は聞いたけど、平野さんの話っていうのは、まあ、ご自身の本書かれてるのがあるところで聞きたいことがあるんですけど、はい、平野さんって結構いろんなアーティスト
見ててあちょっと寝踏み間違えたっていう時あるじゃないですか。あ寝踏みももう俺の3大間違い3つあってね、間違いっていうかやっぱり一番初めはやっぱりサザンですよ、はい、サザンがやっぱりうちのねであの定員バンドだったわけでしょ。で俺はうちでね下北沢でずっと救ってたわけだから、桑田はじめね全員が、でいつもあいつら見ててさ、客は入んねえしさ、汚ねえジーパン入ってるしさ、もうでも店員バンドだからやらすしかないじゃないですか、その代わり安い給料で働いてくれるんだから。だからやってて、まず俺はサザンがブレイクするんだと思ってもいなかったっていうのは、これが一番初めの間違いですね。あの時ってもちろんじゃあ俺がねサザンを囲って、じゃあ俺が売り出してやるからって言ったら売れたかどうか分かんないよあれは大里裕吉というね、あの偉大な人が扱ったからあんだが大きくなったっていう初動のね、はい、あるから、そこいらでは、俺がねサザンやってたら大儲けしたよって話にはなんなかったような気もするし、サザンも俺なんか選ばなくてよかったっていう、そういう話でしょう、でもまあでもそういった意味で、まあ誰いろんな人のきっかけ作るけど、まあそのきっかけは別として、それであのロフトから伸びてった人はいっぱいいるわけで、でもから所詮ライバースの親父なんかそんなもんだよ、結局は出演するやつらさ、そこで演奏して次のステップに行く、次は渋谷公会堂、その次は要するに武道館だけのステップの話でやってさ、ほんでもう渋谷公会堂でちゃんとできるんだったらライバースなんかやる必要ないじゃないですか。だからライバースはそんなもんなん、そういうなんか悲しい存在、うん、要するに売れない時にはみんなねごまさられて、ね、で出してくれ出してくれって言うけど、売れたら何ロフト知らないよなんて一時言われましたからね。あ そういうもんですよ、はい、あ本当にでもちょっとその辺で、まあ僕はいや本当平野さんも憧れの人で、でその憧れの人に今こうやって一緒に話せてること自体、いやごめんよく言うよ、光栄で、あのいや今日さすがね、ちゃおしちゃおし分かったっすね、ちゃんと僕が東京に来るきっかけであったんですよ、実際にお会いするのはそれから何十年もした後という。じゃあお前じゃあお歳暮ぐらい俺に持ってこいよお前一回もねえじゃねえかよお前お寿司でもお連れしますのでお許しください、よろしくお願いいたします。でということで全部この人は頭角を現していくんだね、西武座下北といい、ね、今世田谷区で懸命だもんね、もう顔ですからね、顔ですからね、下北沢温度とかね何の利権なんだかよく分かんないですけどやってますからね、棒取り利権はもうあと金魚すくいとそれからあとこの人将棋もまた強いんだよ、アマチュアの5段ぐらいでしょ、まあそのくらいですけども、はい、アマチュアの5段って強いよ、あのプロの 2級ぐらいですか、そんなない1級ぐらい、まあ今のプロとアマチュアの差はそんなになくなりましたけど、なりました、僕の時代の四段五段なんて大したことありませんので、いやいやいや、将棋強いだから下北沢の縁日ってさ偉そうにさ素人相手に将棋打ってんの4択ぐらい並べて、将棋は指すですから5は打つ、将棋は指す、おいよね、とりあえず来ないなら言ったらまあいいや、うん、このまま終わってもえやっと、はい、ちょうど今日ちょうど梅蔵さんの電話番号を伝えてあったので多分今ちょっとかかってきたと思いますので、うん、あ 今電話で取りますね、ということでございまして、あとどんな話題にしましょうかね、渋谷さんの話題なんか30分しか考えてなかったから、全然僕は平野さんの話題というので、本当にいや新宿作った15人って言われてるじゃないですか、15人ですが新宿を作った15人ってあそこの甲州街道で工事やってる時にポッといや梅蔵さんいましたよ、梅蔵さんも写真で、写真でもう10年ぐらい前の話で、新宿の南口の前にこうパネルがあって新宿を作った何人って15人で会えた、あの吉永正幸さんが写真を撮ったやつですね、はいはい、ありましたね、平野さん僕はすごいなと思いましたですよ、やっぱり新宿っていっぱい人が出てるわけですよね、その中でちゃんといわゆるライブハウスというか、はい、ロックミュージックっていうのがちゃんと認められてたってこと自体がすごい感動なんですよ、その時にだ新宿来てもね今ねだ、うん、うちは新宿ロフト40周年というか76年に新宿ロフト作ったんですよ、はい、それまでだから烏山西尾院大久保下北とあって、で最終的には新宿ロフトが76年に作った、あれからもう40年、そうですよね、何なんだこれ、もう新宿だったらピットインもあるわけじゃないですか、そうです、あれはジャズだからね、でもジャズだけど、うん、ピットインの方の社長が出たわけじゃないんで、うん、あ
まあね、ジャズはマイナーだ。もう ロックがこんなね、いやロックがこんなメジャーになるとあんまり思ってなかったんだけど、うん、やっぱりロックとジャズは全然違うからね、うん、メジャーとマイナーの代名詞でしょ、ジャズは。うん、いらっしゃったようで。ああ松尾さん、はい。あ、松尾さん、ありがとうございます。どうぞ、はい、どうぞ、こちら。いやいや、ちょっといやいやいや、飯食ってた気がついて、西新宿で走ってきたんですけど。いやいやいや、申し訳ないです。そうか、小坂信とか来ないから、松尾高橋から。あ、小坂さん、あと5分で来るそうです。あと5分で来る。コーヒーでも。はい。はい、ありがとうございます。はい、どうも。もう本当にね。取りに行きます。はいよ、お疲れ様です。松尾さんっていうのもどういう人なんですかね、はい、俺はね、松尾さんとね、はい、いや実は、松尾さんの、フェイスブック見ながらね、はい、この人面白いな、一回話してみたいなって言うんで、俺ただメール打ったら松尾さんがいいですよみたいな。話したことないですか？え、初めてですか？あのね、いや一回ね、ロフトの楽屋で2、3個と話した。でその時にはね、鈴木邦夫さんとかね、そういう政治論客とね、堂々と話し合ってる。え、芸人のくせにね、鈴木邦夫とかね、くせなんて芸人がさ、要するに鈴木邦夫とか、多分あと政治家何人かいたと思う、はい、それとね、堂々と政治論議をしてるんですよ、はい、ほんで俺思わずね、あんたすごいねって楽屋やったの。松尾さんってのは単なる芸人だと思ったから、え、こんなことも全部喋れるのっていうか、そこでびっくりしたっていうのは、僕もともとそういうところで分かってた上で、はい、いろいろとお話をするようになって、はい、松尾さんといろ、まあ、いろんなお話させていただいたんですよ、今まで。僕より一つ年上なんですけども、うん、もういろんな、いろんな全てに対してすごく作法を知ってる方で、うん、特に松尾さんと食事をすると、うん、本当に綺麗な食べ方するんですよ。そうですか。それって本当に、ああ本当にいろんな意味でいろんなことに関して勉強してきたし、いろんなことに対して興味を持ってきたんだろうね。で、梅蔵さんは松尾さんともうで、ラモさんでしょっちゅう来てるから話したことあるよね。何回かもうプラスさんに出ていただいて、僕が一番少ない、きっと松尾さんと。で、松尾さんと俺二言ぐらいしか話してないの、今までね、楽屋でちょっと、で、この人ね、すごい過激なんだよ、フェイスブックが。いや、そんなことないですよ。で、過激で、お、この人な、何者だなっていうのは僕の。大丈夫ですか、もうこれ始まってる。始まる、とっくにもう30分以上。そうですか、いや、ごめんなさい、弁当行ってくるとか言っちゃって、すいません。どうも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年も平和な年でありますように。まあちょっとね、ちょっとね、松尾さんの人定尋問をちょっとやってみたいんで。何ですか？いや、はい、もう、松尾隆、もう、本当は岸邦弘、はい、ね、でずっと吉って呼ばれたんですね。あ、それは芸名を最初にデビューした時、なんかカタカナの名前つけろって最初の事務所に言われまして、5年ほどその名前で。で、これはやっぱり吉だ、じゃあ売れないだろうと、こんな名前じゃって言われて。いや、じゃなくてね、なんかね、フジテレビのなんか報道番組でなんか喋るっていうことになって、で、吉っていう言葉の意味に、その粗悪品とかまがいものっていう意味があるんで。あ、これドイツ語で、ドイツ語なんですね、これね。それでもうなんか、それでニュース読まれるの困るって言われて、でなんか漢字の名前この番組のためだけでいいからつけてくれって言われて、でまあなんか、じゃあ僕万丈目っていう名前が、ウルトラ Q にね、万丈目っていう登場人物がいたんですよ。で、なんかその響きが面白いから万丈目にしようと思ったら、ダメだって、なんかふざけてるって言って、その万丈目さんに失礼だと思うんですよね。それでじゃあ長宗我部って名前にするって言ったら、でもっとうさんくさいからやめてくれって言われて。長宗我部って広島の方のなんか名門ですよね。まあ長宗我部、畑野元親というね。あ、どうもこんにちは。どうぞ、なんだかわかんないけど、それから。あらら。で、今ちょっと待ってくださいね。入ってもいいですけど、今15分ぐらい。まず、この松尾さんの人定尋問をやってるんで。で、要するに、若い子、要するに1960年生まれ、今56歳。そうです。まだ6なってないですけど。なってないですか、はい、で、タレント、DJ、俳優、コラムニスト、折り紙職人。まあ、職人じゃないですよ。折り紙でなんか人の顔を折るのが好きで。般若の面すごいね。あんなのどうやって作るんだいっていうのはありましたね。簡単なんですけどね。簡単なの、そうですか。
で、なんか若い頃は大阪芸大出て就職もしないでうろうろして北新地のディスクあたりで DJ やったと。いや、就職というか、まあ、はい、大阪芸大卒業してそのまんま基礎造形の研究室っていうところで、はい、学生の世話役ような仕事があったんですよ。で、それを非常勤復讐っていう名目でやってまして、はい、で、まあ、それだけじゃ食っていけないんで、はい、夜親戚がやってたディスコがあったん で、はい、でそこで DJ 見習いをさせてもらったっていうことなんですけどね。どうせ遊びにだったの？あ、いや、遊んではいないんですけどね。真面目になんか社会と真面目に働いておりまして、で、まあ、グリコル森永事件とそれからスプーン曲げにぶっ飛んで人生変わったみたいなこと、はい、僕森永事件何も関係ないですからね。ただいや、うちにローラー作戦で刑事が2人来ただけなんですよ。関係あるじゃないですか。いや、関係してません、してませんから。ね、武坂直政さんみたいな、はい、刑事さんとね、はい、あと角川春樹さんみたいな刑事さん、はい、2人組で来ましてね、武坂さんみたいな人は廊下で僕が逃げないように仁王立ちになってるんですよ、奥で。で、逃げないように、で、角川春樹さんみたいな人が手帳を出していろいろ、まあ、僕に質問をするっていう、ね、お前がやったんじゃないかと。僕風呂入ってたんでスポンポンだったんですよ。で、ちょっとパンツ履いてきていいですかって言って、で、あなた10月に1回と11月に3回とで、12月に1回、あ、違う、11月に1回か、江崎グリコの社長さんのお家の前を車でゆっくり通りましたよね。何ですかって言われて、いや、友達乗せてここが江崎さんの家やでって言って自慢したんですよって、アホなことしなはんなって言われて。で、オタク、タイプありますかって、ちょうど21面相ってね、はい、いう人たちがなんか声明出して、ラーメン屋の出前みたいやった警察うちにも来たけど、和文タイプのことも聞けへんかったって言った次の日だったんですよ、新聞載った。それでタイプありますかって言うから、僕手塚さとみって言ったんですけど、ね、いや、そういうタイプじゃなくてって。これネタじゃないですか、本当に。これはこの時代はね、でクリコムの面談事件は宮崎学ぶか、松尾隆かって言われた。まあ、狐目は狐目ですけど。なんで来たの、もう一度教えて。なあ、あそこの、いや、だからその前を僕が通って、僕の車のナンバープレートを見て、で、陸運局で調べてきたんだと思うんですけどね。で、スプーン曲げまでは、結構心霊少年だったわけでしょ。心霊青年、そうですね、大体中学こう卒業して高校ぐらいまでは僕はもうオカルト少年でしたね。そうでしょ、俺と実に合うんだよ。これが気に入らないんだよ、違うんだよこれは。そうですか。いや、これ、なぜ宇宙人は地球に来ないか、来てんだよ。あ、ありがとうございます。ここにありますね。あ、いい本ですこれは。はい、で、要するにそんで今ね、はい、心霊現象に、うん、あるいは精神世界に対しては肯定派じゃない。僕精神世界っていうものに関しては、はい、それぞれの頭の中だったり心の中にあるもんで、別にそれを否定する気持ちは全くないんですよ。ああ、ただそれで、いや、それで、はい、例えばそのこういう世界があるのだって壺売りつけたりとかですね、はい、破壊し買わせたりとか、そういうことでその人が弱ってるところに、判断力低下してるところに何かこうつけ込んで足元を見て商売をする人たちが嫌だなって、はい、あるいはありもしない、ただ手品のちょっと下手な手品をゆっくりやるだけで超能力だって嘘吹いている、なんかイスラエルから来たような人がいるんですけど、そういう人たち見てて腹が立つなと。楽しいじゃないですか。いや、楽しいんですけどね。うん、僕すごく怒らせたことあるんですよ、イスラエルの方。なんかね、同じことやってあげたらね、急にね、立ち上がってね、自分はゴア副大統領とも友達だとか言い始めて、そんなこと言われたって困りますよね。今あなたの手でやったことを突っ込んでるのに、なんでお友達が偉いっていう自慢をするのかと思ってね。で、松尾さんをさ、はい、こういう僕がメール出してやりましょうっつって、日にち決まったじゃん。ごめんなさいね、本当に、ま、全くもって。それ問題なんで、はい、その時俺これをしょうがない買ったわけ。松尾さん、しょうがないって言わないで。本も読まないとやばいということで買って、はい、すいません、はい、俺この話だったらね、2時間はできるね、松尾さんと。そうですか、すいません、ね。俺のおじきが平野今夫っつって、はい、あ、知ってますよ、お化けを守る会の会長です。大好きでしたもん。俺も何回も宇宙人と会ってますからね。会ってるでしょ。いや、僕もね、UFO は見たことはいっぱいあるんですよ。ただそれは宇宙人の乗り物だとは僕は思ってないだけなんですよ。そ、未確認の UFO を訴えて、で、僕はもういつもね、おじきが電話があって、僕はね、平野レミと僕だけが平野今夫さんの信者だったんですよ。あ、そうですか。電話かかってきて、レミさんからもこの間聞きました。ラジオにお越しいただいたんで、ゲストで、松尾堂っていうのやってるんですけどね。僕は相槌打つ間もないぐらいに喋ってくださいましたね。
ほんでね、おじさん、なんでこれが宇宙人なんだ、だって本人が言ってんだからしょうがないだろこんな話です。いや、でも僕、あの、はい、いや、平野今夫さんのお化けの本好きで、はい、僕、本当に学生時代買って読んでましたからね。あ、そうですか、だからこの話で俺、宇宙人の問題はもういくらでも話せんだけど、はい、まあいいや、そんで、どんどん行かなきゃいけない。そんで、カレーが一番、カレーライス、カレーライスやカレーが好き。カレーが好きです。でも、あの、どっちかというとライスで食べる方が好きなんですね。はーはーはー。なので、あの、なんかそれちょっと講じて店もやったりとか。そうですね。下北沢で。入っていいですよ。どんどん。あの、新年、今日から下北沢営業してます。なんか辛いそうですね。俺まだ食べたことないんだけど。やや辛ですね。やや辛です。やや辛です。はい。はい。あと、なんだい、自分の理想に近づく調理法を2年間にわたって本当ですか？いや、あの、2年間にわたってっていうのは毎日毎日2年間じゃないですからね。あの、たまに思いついてはっていう。先日インド行ってらっしゃいましたよ、ね、あ、インド行きました、はい、あの、インドの料理学校にカレー習いに行きました、あの、楽しゅうございます、勉強になります、目から鱗がいっぱいありますね、例えばどんなことが、あのね、例えば、まあまあ、バターを対応するところ使い方なんかも面白かったんですけど、あと、例えばインドはあの鶏の皮を使わないとかね、はい、うん、あるいはビリヤニの作り方なんかちょっと手が込んでてね、ああ、なるほど、そういうことする、香り付けでそういうもの使うのかとか、そういういろいろね勉強になりました。あと、インドに行ったら地下鉄に1回1回乗るのに空港のセキュリティチェックみたいなの受けなきゃいけないとかね、もうめんどくさいなと、これ地下鉄じゃないじゃんこれはっていうような。軽かったですか？あ、デリーです。デリーですか、はい、はははで、なんかサブカルの聖地下北沢に憧れて、はい、下北沢に住み込むという、あ、いや、まあまあ、あの、下北沢大好きですね。あの、もう昔からなんかやっぱり、まあ、芝居をやってたのもあるので、やっぱりそこら辺はそういう、そのみんな違ってみんないいっていう風土があるでしょ、うん、だから、あの、こうでなくてはとか、線引いてこっからこっちはこういうものだけ集めるみたいな、そういうような発想の街じゃないので、うん、そ、まあ、なんていうか混沌とした感じが、まあ、好きな、うん、はい、すいません、街っていうのはそういうもんだと思ってますんでね、はい、で、喧嘩は芸能界で結構強い方だという、いや、強くないですよ、人、大木ボンドさんみたいに言わないでください。僕は全く、あれ、喧嘩大嫌いですから。なんかで読みましたよ、僕。いや、2チャンネルとかいろんなの探ってると、松尾さん、そういうとこ探っちゃダメですから。僕、喧嘩しませんので。あ、そうですか。で、要するに、まあ、もう最後です。はい、松尾さんのキーワードは、はい、スプーン投げ、カレー、それからバーが好き。なんね、あ、酒場が好きですね、酒場が好きなんですね、はい、それから人物としては中島らも、はい、上岡龍太郎がもう大好きで大好きで、いや、上岡さん別に いじめられた方ですから、どっちかって言ったら、あんまり尊敬はしてないんだ、いや、あの、尊敬はします、あの、つまり、はい、能力とか、あの、その技とか、はい、そういうものは尊敬してて、はい、あったら嫌な思いはしたっていうだけのことですね。でも、あの、つまり芸は尊敬できます。あと、川本純一の件では結構燃えてましたね。なんでしたっけ、ちゃんと調べた。だから川本純一が、要するに、あの、お姉さん、お母親が、あの、生活保護もらってて、いいの悪いのって、えらい、その、はい、みんなが、いや、バッシングあったじゃないですか、いっぱい。あれ、はい、つまり公人で権力を持ってる人が、はい、まあ、なんですかね、まあ、詩人って言ったらなんですけど、有名人ですからね、はい、でもそういう人を例えばその会議の場で、出して、で、あの、名指しで糾弾するっていうことがどうなんだろうっていうのがあったんで、僕はちょっと川柳っぽいもので出したら、多くの、その政治家の方たちの審判の方たちからものすごい面白い、メッセージがいっぱい来て、で、まあまあ、それはそれで僕は、そういうことには逆にそういうものを、糧とさせていただくような人間なもんですから、まあ、何とも思わなかったというようなことなんですけどね。これで最後です、はい、なんか巷では反日タレントと言われてる、あのね、面白いんですよ。だってね、日本のことを思っていろんなことを考えることを、反日ってのおかしいじゃないですか。反日って日本のことを愛してることじゃないですよね。逆のことじゃないですか。日本がダメになる方向でいいんだったら、まあ、それはもうほっといていいんだったらいいんですけど、こうあった方がいいんじゃないかってことを真剣に考える人っていうのは愛国者じゃないかなと思うんですけどね。どうなんですかね、これは。で、はい、要するにね、こう、真の愛国者の、務めとは何か、そんな難しい言い方しないですよ。しかし、この国のことを思えば、このこその視線であり、私は反戦運動をする人こそが真の愛国者だ、そういうこと言ってるんですよ。これはネットよく怒りますよね、こんなことを。戦争やりたいんですか、皆さんは。いや、これがね、この
基本的な、松尾さんの姿勢というか立ち位置が大体ね、広告エラーで少し明らかになって、いや毎日ちょっとずつ変わるんですけどねそんなもんだよね、はい、ちょっと保坂さん、保坂さんもちょっと基礎知識を、聞いてる人に、はい、聞かない、まあ俺も散々聞いたから面倒くさい、はい、んん、何にしろ中卒の代議士っていうか議員ですか、議員であり区長にもなっちゃって、これ中卒、高校中退って言ってください、嘘だ、中卒ですね、高校中退、中退ってのは半分ぐらいはちゃんとやってない、経歴的には中退って経歴はまあないので、あ、まあその公式には中学卒業ですね。この若い頃のその保坂さん見てたら、今さ塩見高屋になってもおかしくないぐらいのことをやってましたね、高校、中学全教頭だよ、何なんの、そんなことないですよ、だってこれ去年の安保法制の時にも、はい、随分中学生参加してた、はい、あ、そうですね、っていう声聞きますよ、はい、高校生もね、どんどん参加してるし、うん、いや、まあ、世界中で何かが起こる時には、うん、それは明治維新だってそうでしょうし、うん、まあ、どんな国でもどんな時代でも、うん、大体15歳っていうのは円熟した年頃ですよね、円熟したってのは変だけど、まあ、大体大人に伍して、むしろ大人がまあこう踏み切れないようなことをその言ったり行動をするべきだって燃え上がったり、多少抑制が効かないところがあったりするけれども、うん、いつの時代だってそうじゃないですか、うん、ねえ、そんでも保坂さんはすごい、それで現実的教育ジャーナリストになりたかったみたいな、最終的には目指したのは教育ジャーナリストみたいなことだった、そんなことないですよ、だから僕はだから、うん、もともとはね、その小島中学っていうのはエリート校と言われる学校だったんで、小島中学だもんね、小学校もそうでしょ、小島小学校から、自分が行くのは東京大学以外にありえないと、そういうことを公然という嫌な子供だったわけですよ、うん、ね、あ、そうですか、ところがね、小島中学とね、やっぱりね、さすがに家庭教師がいっぱいついていたりとか、なんていうんですかね、こうどうやってもかなわない勉強では、はい、連中がいるわけですよ、あ、もう素晴らしい成績を取ってしまうね、だからそこで彼らをこう抜き去れば、まあ、今頃違う人生、そんなこんながある程度のところのトップ争いなんだけど、はい、こうどうしても落ちこぼれちゃうんだ、落ちこぼれではないんだけど勝てなかったってことでしょ、ギリギリところで、まあ、そうですね、そんな何にふてくされてこういう運動をやったと、いやいやいや、そんな話じゃん、その時に、はい、いや東大を目指しているっていう話でしょと、はい、実際ね、はい、でその東京大学で、まあ、安田講堂事件があったわけじゃないですか、1969年、はい、東大の入試もないと、はい、その時に、まあ、中学2年生だったわけですよ、うん、で、いやこれは大学で何かあるよねと、うん、行こうとしてる大学だよねという時に、その東大 の、 その教育実習のね、まあ、可憐な女子学生が来てたわけですよ、はい、で、まあ、彼女をまあ半分質問攻めにして、何考えてんだ全教頭はみたいな、うん、それでまあいろいろ考えてったとで、ハニゴロウの都市の論理っていうのはね、当時そんな硬い本がベストセラーになったんですよ、そうですよね、それを読んで、はい、うん、でまあよしと、これは民主主義だと、はい、いうふうに、そんなスタートだったですね、あは、ほんでもっと面白いのがね、要するにその学校の先生、学校長からね、保坂さんの両親が呼ばれて、とにかくこの人に本を読ませだって言われたんだって、そしたら親がね、本を読ませだって、そんなことを息子に言えるわけないだろう、余計なエネルギー与えるなってことですか危ないから、いや、つまり勉強をすればいいんであって、その勉強すれば、はい、まあそこのいい高校大学に行けるので、ああ、そうそう、うん、ただどうもその社会問題だとか、まあ、そのマルクス・レーニンとかも含めて、うん、そういうその偏った本を読んでる、ね、この本を取り上げて、勉強だけをさせられないかというふうに学校の先生がうちの、はい、まあ、亡くなった父親に言ったんだそうです、うん、で私はまあ、うちの父も偉かったんだけど、残念ながらそれを取り上げるだけの立場にはないと、うん、彼らの思想というのはやはりなかなかそうね、うん、簡単に否定することはできないんで、子どもの成長過程だと思って見ていますという、うん、まあ、リベラルな、ね、うん、
答えをしたところ、あの親子ともダメだという話になっちゃった。ダメだ、親子ともダメだ。もう家庭崩壊になるじゃない。特別な教育を受けたと思うのは、中学3年っていうのも実は中卒って言いましたけども、学校の教育を受けたのは中2までなんですよ。つまり8年間だけ授業を受けたんです。で、中3どうしていたかというと、ほとんどあの個別指導、あの生活指導だとか、それぞれの先生が、あのとにかくそのちゃんと高校受験の準備をしなさいというお説教するわけです。でそれに対して先生は今の生き方で満足してますかなんてね問いかけたりして、めんどくさい子供ですね。そう議論になっていくうちにもうこんな子供いらないよ。3日や4日話して拉致開かないっていうんで選手交代するわけです。当時小島中学という学校には先生だけで70人くらいいたんでね、1学年550人いたんで全校1500人という。そんなんでその先生がじゃあ俺が説得するわってこう変わるわけですよ。あの相手は変わるわけ、どんどん。なんで授業ほとんど出れなかったという。その代わりいろいろその代わり全部内申書で全部ねダメ押されて高校一つもどこも受けなく行かなくて新宿高校の訂正しか入らなくてそこも退学になるというね。でもこの子にこういうもの読ませない方がいいとか、はい、こういうもの見せない方がいいっていうのって逆効果になることの方が多いんですよ。あの、ね、僕の知り合いでもね、あのすっごく真面目に行きなさい定職でいなさいっていう女子校出た人たちってね奔放すぎて困っちゃうような人が多いですからね。あそうですか、やっぱりあの反動が出ちゃうんだと思うんですよ。本来自分が求めてる時に抑えられたら、うん、それね振りかぶった状態になって弾けちゃうと思うんですよね。多分ですね、あの小学校ぐらいの時中学にかけていろんな本を読みすぎてやっぱりあの歴史とかね、そのいわゆる偉人伝の類ですか、昔のね、ははは、まあいろいろ読んでね、いやー面白いなと、この時からこうしたのかとか思ってるわけですね、少年ながらに。どうも自分が今こう入ろうとしてる人生のこうははベルトコンベアはつまらないようだというふうにやっぱ直感的に感じて、で内申書で高校に行けなくなった時嬉しかったもんね。あそうなの。いやこれはいい運命がやってきたと。うん、つまり後にあの自分後の歴史になると思ってますからね、古代妄想だから。自信があるからだろうね。だからすごくねあのいいシナリオだと。だから自分の退路はそこにないので、あのその突き落とされた崖の下から這い上がってみようじゃないかと。すげえ。そういうふうに思ったんですよ。俺高校時代さ、退学食ってさ、毎日さ、校長に謝りに行ってさ、4回目で許してもらって。退学ですか、退学じゃなくて。じゃもう退学って言われたら、退学から退学って言われて、毎日校長の家行ったらしょうがないから、親父が行けって言うんで、校長を口説くしかねえだろうって毎日玄関待ってるんですよ。それを3回ぐらいやって、あとそれと全く違うね、もうこっちの方が面白い。だってあの時代、まあ保坂さんの時代と俺とちょっと違うけど、中学出て高校出てなかったら全く人生やめたと思ったから、ね。いや僕もあのお前の行ける高校はないって言われたんですよ。で可能性があるのは3つって言われて、はい、あの全寮制の厳しいところが1つあるんですけど、三重県にね、それとあの大阪の市内の2つの高校の名前出されて、うん、どっちもなんか行くと僕みたいな弱っちいのはもうなんか、潰されそうな感じの怖そうなとこだったんですけど、でも、まあ、あのかろうじてどっちかに引っかかっちゃって、でなんとか行くことはできたんですけどね。本当に必死でしょ。だけどやっぱり高校ぐらい出ないとやばいって必死さが、必死じゃなかった、ね、これ僕一人っ子だったんで、親父がね、うん、もうとにかく高校ぐらいは出てなきゃ絶対ダメだって言って、うん、もう洗脳されてたんで、ああそうかと思ってね、うん、あの親父が自分、うん、バーやってたんですけど、でそこに来てた常連の、うん、あのマンダムの社員の方はね毎週うちに来て教えてくれて、でなんとか高校受かることができたんですけどね。意外と努力はしてるんです僕。保坂さんってのはやっぱり自信が、うん、あるんです。あるんです。だって中卒だったら展望ないよ。うん、今は結構違うかもしれないけど、俺たちの時代は中卒なんすから。だから、はい、それが面白いと思ったね。かっこいいですね。うん、いやでもね、あの政治家をする人ってね、うん、継続した躁状態じゃないとダメだと思うんですよね。躁状態。だってその当時さ、実はその全共闘をやってたね、まあ、平野さんたちの世代が、突然新宿とかでばったり会うわけですよ。ね、とこうスーツ着てるわけですよ。で髪も七三に分けてるわけ。白書もう一度ですね。一番白書、ここで一番白書ですよ。一番白書です。そうなのよ。それでどうしたのって、今サラリーマンになったからと、適当に勉強した方がいいよとか、全然言ってること変わったじゃねえかみたいなさ、そういう世界だったわけですよ。
まあそんでね、とにかくどこも入らないと。でそれからあのどういった過去にお前だあんた代議士あの議員になりなさいって言われるまでは何をしてたか見えなかったんですか。だからその時にですね、はい、まあいわゆるその非常にまあ外側から見れば暗い青年時代があったんですね、17、18ぐらいの時に。それからまあ当時は非正規労働、日雇いの仕事とか、うん、アルバイトとかでも率のいいものがあったんですよ、うん、率のいいっていうのは、まあ、日給1万円とかね、うん、そういうものも70年代ありました、あったんですよ。だから10日くらい働いて20日間本読んだり文章書いたりしてるっていうような中で、喫茶店に入ってそういう大学ノートね、平野さんが開いてるような、その中にあのボールペンで、自分の文章を書こうと思ってですね、産業を書くのに2時間かけたとかね、そういうほとんどあの旗から見ると何やってんのっていうような時間をかなり過ごしてる。でそのことによってやっぱり自分の文章がある日書けるようなんですよ。これ面白いですね。何にも書けなかったのがある日止めどもなくこう言葉が出てきて、その時やってたのはやっぱりそういう学生運動とか影響されて生きがっていたけど、所詮それはモノマネだったわけでしょ。そうでしょ、うん、で読んだ本の受け売りだったわけですよ、うんうん、大学生の真似だったわけですよ、うん、それに気づいたわけですね。あはははで、それはいくつの時大体。それは17歳、うん、17歳でそれ気づくってすごいですよ、ね、天才なんでどっかでな多分、はあはあ、でそれでもうそういう学生運動的な発想だとか言語、うん、その自分の中一掃しようと思って、うん、じゃあ自分の中にある裸の言葉ってのは何なのかっていうのをノートを開いて、うん、北手に入ってただただやっていた。でもそれがものすごく後に役に立ったんですね。つまりそうやって阻害されて、うん、まあ、でも一人であることに耐えて、うん、まあ、裁判やってましたから、はい、裁判がですね、内申書裁判ですね、これがもう全く予想に反したのは、はい、内申自分は良かったと思ったくらいだから、うん、訴えるつもりはなかったんですよ。ところがまあその当時 その羽生五郎さんも含めて、あ、まあ、いわゆる進歩的な文化人と言われる人たちが、うんうん、これはひどいのではないか、うん、つまりこの生徒はまあ、学校が禁止しているにもかかわらず批判を繰り返して、いろんな集会とか、ね、平和デモとか、うんうん、そういうのに参加していると、うんうん、で現在手を焼いているって内申書書いてあるわけですよでもう性格行動の欄っていうのも公共心ないとか基本的生活習慣ダメとかボロクソに書かれてるわけね。だからその内申書で落ちるわけですよね、うん、次々と。でこれは憲法に保障された思想信条の自由っていうのは子どもにも保障されているはずであって、仮にそんなことを内申書を書いて OK であるんだとすれば、内申書制度そのものが憲法に違反してるんですか、こういう裁判だと。で、まあ、裁判ですね、16の時に原告になって、で7年後かな、そのくらいに判決が出るんですよ、うん、その時はやはり非常に、まあ、世間から半分忘れられていて、まあ、半分以上忘れられていて、で、まあ生きがってみたものの、やっぱり結構自分が何かできることとかっていうのは非常にこう限られてくるわけですね。やっぱり学歴の制約もあるし、それからアルバイトをしながら自分で食いつないでいくんだけど、一応こう見てやれそうな仕事はやらないって基準を作ったんですよ。これできないんじゃないかっていうのだけやると、そうするとどんどんこう、まあ難しくなってくる。ポジティブですね。そう状態でマゾです、ね、マゾかポジティブじゃない、マゾって言った方がいいんだ、なので裁判は必ず負けるというふうに思ってたわけですよ、ね、ところが意に反してこの裁判長がそういう僕のしゃべり口とかなんかに人間的興味を持ったんですよ、うん、それで本人の証言をじゃあ一回やってくださいって喋、うん、り始めたら小学校に入ったところで終わったんですよ。これも異例なんですけど、4回続けて、うん、何が私をこうさせたかというのを語ったわけですよ。で最後に裁判長が、今原告は仕事何してますかって、いや自分で文章を書いたりしてやってます、それで生活できてますかなんて聞くわけですよ。なんだろうなと、なんでそんなこと聞くんだろう、うん、要するに罰印をつけようとしてるに違いないと思い込んでた、大人が信用してない、それで20その丸湯をつけてきたわけですよ。素晴らしい少年だと、裁判所はもう学校が間違ってると、でこの少年の進路を塞いだその校長を含めて、システムも含めて、これはおかしいと、はい、
いうことで全面勝訴。でそこで要するにさ、その俺の青春返せと、でそのでお金に換算したら3億5000万円になると。そんな高い青春見たことないですね。いやそれがまあその時はですね、まあひげが、まあ10センチぐらいあったのかな。もうとにかくあの洞窟に潜んでいたような感じで、あの日の光を ほとんど浴びていないような、まあ、そういう形で出てきて、その判決が、これも全く予想外という新聞の一面ですよ、そのニュースのトップニュースになって、それを見た中学生高校生がいて手紙を書いてきたんですよね、うん、今私は学校でこんなに辛い、校則でこんなに縛られている、で昨日殴られた、そういう子供の叫びね。でその時ハッと気づいたわけですよ。自分のことしか考えてなかったな自分はと、うん、要するにほら格闘してますからね。だけど後ろの世代っていうのはさらにその僕の中学で体験した以上のいじめだとか、まあ、管理教育だとかいろいろ、まあ、苦しいあのその本音みたいなのを投げてきてくれたんですね。その時ですよ、その30通ぐらいの手紙は氷山の一角で、多分そこの下にはまあ、3万人とか30万人とか隠れてんじゃないか、そう思ったんですよ。でその時に気を一にして、そのいわゆる中学生高校生を読者にする集英社の雑誌とかで書いてみないかって話が80年代の初めぐらいに出てくるんですね。それもなんかの陰謀じゃないかなって思ったんですよ最初は。なんで明星編集部が僕のところ来るんだと、明星編集部関係ないじゃないかと。そしたらやっぱり保坂さんのコーナー作りたいって言うんですね。でそれで終わりました、じゃあっていうことで始めたら、また体罰のこととか書いたら、うん、そのものすごく反響が来て、ダンボール一つくらい手紙がボーンと返ってきたんです、ね、うん、賛否両論でじゃなくて、私もあの体罰されてますっていう。でその時実は世の話題は校内暴力だったわけですよ、うん、生徒が先生を殴ってるって話しかなかったわけですよ。でもそのあの奥底にはやっぱり体罰の問題もあったんだっていうのが分かり、まあ何よりあのほらマーケットメカニズムですからね、あの読者モニターっていうので3位になったんですよ記事が、そのスタート間もない連載が。でその1位2位とかっていうのはハワイでロケしてこのタレントのこの写真をね撮って、あれはまあバブルの前の時期だからものすごいお金かけてるわけでしょ。だけどそんなその字ばっかりのレポートに読者がそんなに反応するのかっていうんで、その明星編集部が驚いて、じゃあ本出そうみたいな感じになって、それからまあその教育ジャーナリストになっていったということで、面白いスタートですよ ねこれが青春ね、多分で、すごいし春と書いて青春ですよね、本当にすごい、うん、だから保坂さんがただ人生を得直せと言われてもきっと同じ道を歩む気がする。こんな辛かったじゃん、どっかで。で、はい、あのいろんな模索をしましたよね。まあその模索ってやっぱり旅だと思いますよね、究極はね。で当時僕は海外にまではどうも英語も得意じゃなかったし、あの中学2年前だから行かなかったんですが、まあ、沖縄に行って、やっぱり木梨吉というね、後に参議院議員になりましたけど、彼の家にですね、実はその彼の店に行って彼と喧嘩したことで、あの言い合いになって、1時間くらい口論して、もっと話そうって言うんで、その僕が裁判に入った話なんかをし始めたら、えらい彼は興味持ってですね、朝5時まで話したんですよ。で止まってけって話になって、その話の続きがまた朝10時ぐらいから始まって1週間話したっていうね、それが大きな出会いだったんですね当時。それで音楽の仕事、いわゆるコンサートプロデュースとかいうのをいきなり始めるようになった。そこで大久保と知り合うんだ。そうです、そうです、ね、そこで知り合うんだろうね。でその木名さんのコンサートとかは連続ツアーとかやっていて、まあ、あの今ちょっとあの雑誌の傾向も変わりましたけど、小さいあの主力版だった宝島っていう雑誌ね、ですか、全部あの100ページ特集だった、はい、その編集部さんが来て、木名さんのことを100ページまとめて保坂さん書いてくださいっていうのが、もう非常に恵まれたライターデビューだったんです。いきなり100ページです。でその3ヶ月くらいかけてその、取材経費をもらってカメラマンと組んで、その彼の世界をルポルタージュするっていうのを、まあ、書いたらまたそれが反響があってみたいな
いうことで教育だけじゃなくてその音楽のこともまあ面白いスタートだなと、世の中面白い仕組みになってんなと思いましたね。その時はね、まだ政治家を目指そうって発想はほとんどなかったってことですか。いや、政治的少年でしたよね。性的少年、ね、そうだ、性的少年だから最終的には、でも性的少年だけど、はい、結局あの狭い意味の政治っていうのは理屈っぽくて分かったふりをしていて、どっか人を見下していて、どんどん人々の心から離れていってたわけですよね。まあ、その学生運動自体もそうだったし、もっとひどいあの、うん、内毛羽とかですね、あの連合赤軍事件とか、もうこれ全然この延長線上に何 の, あのいいこともないということだから、もうそういうことはあの一切考えないようにしよう。でもだからといって、あの一期白書をもう一度は嫌だなとやっぱりあのこの社会にちょっと小疑問を持って、 そこまで ある種自分の覚悟をしたからには違う生き方ができないだろうかなんて思ってたんですね、その当時は。困りました、もう時間がないんだよ、時間があと45分しかなくて、もういや本当はね、もうこれはそこ、まあそれで保坂さんはそれから第二審 3期やるんですね。やって、それが自分から受かった話じゃなくて、みんな棚ぼたで受かっちゃったという。本当かなそれをまた聞いてくださいよあの土井さんのマドンナブームっていうのがあったんですよね。全部出る人はみんな入っちゃった、はい、その時に僕社会党から出てくれって言われました、はい、でその時にはお断りしました。あ、断ったんですか。やりたい人がいっぱいいるでしょっていう。だ僕じゃなくてもいいんじゃないの、でまたひねくれてるところもあって、いよいよ泥船だって言われた時に面白いかなと思ったんです。1996年、社会党が社民党になって民主党と分裂して、もうほとんど抜け殻状態になった時に、僕が村山さんから土井さんへのバトンタッチの立ち会いにをやったんですね。でそのバトンを土井さんが受け取った瞬間、あなたも出なさいと、いう話に分かりました、付き合いましょうと。それがスタートです、ね。でもなんだかね、14、15年の、要するにいわゆる議員生活、ね、はい、当選していた期間は11年間、でも落選していた期間も含めれば14、15年ですかね。でまあ、それでその代議士というか議員のその時代って何だったっていうこと、総括っていうか、なんか出ます、はい、一言ぐらいで二言ぐらいで。ネイキッドロフトで毎月ね、一回あの特集も やらせていただいたんですけど、やっぱりあの国家というね、はい、あの統治機構、はい、これのその隅々まで、はい、特にあの、法務委員会っていうね、あの裁判所と法務省とっていう、まあ、権力の権限みたいなところにいたんで、それはものすごく勉強になりましたよね。それで法律の文書がちょっと変わるだけで多くの人の運命が変わっていく、このことも実感しましたよね。だからそういう意味では、僕はだからリアリストなんで、まあ、自分が満足するような言葉をこうたくさん言って、それで現状変わんないっていうのは嫌だなと思ったんですよ。やっぱりこう議会にいる以上は発言して、それで例えばあのアウン・サン・スー・チーさんを支持するビルマの若者たちがすごい困ってたわけですよ。パスポートも取り上げられる、追放される、難民は申請しても受け取ってもらえないっていう時に、じゃあその法務省と交渉して、じゃあこう一枚のスタンプをくれと、で出してくれたと。でそのことによって彼らは安心して働けるようになるとか、何かをやることでやっぱり人々の運命が少なくても好転する、そういう時間がやっぱりやっててありましたよね。で国会に質問をとか言われましたよね。546回、546回、しつこいね国会の質問の話じゃない。つまり、はい、結果から振り返ると質問するっていうのは一番勉強なんですね。ああ、そうね、勉強してこっちも質だって分かんなきゃ質問なんないじゃないですか。なんないね、読み上げて終わりって人いるんですよ、うん、国会議員でもね、全然答えてなくても次に行きますっていういるでしょ。まあ、どっちかというと与党に多いですけどね誰に書いてもらったんだって感じの話ですよね、それって。保坂さんも、土井拓子が大好きなんだよね、あんなおばはんどこがいいんだって。でもやっぱり憲法、いや僕はどっちかというと、はい、こわもてなとこが好きだったですね。こわもてなんですか、こわもてですね、やっぱね、ある種
怖いですよ、あの人。あ、そうですか。嫌な人ですよ。嫌な人な、ええ、なんかすぐ不機嫌になるし。それパチンコで負けた時じゃないですか。いや、何かだから、土井さんこんなことやりましょうって私を殺す気なんて言ってね、すごい睨むんですよ。あ、分かりました、じゃあもう一切考えませんよっつって、したら保坂さんとかって声が変わって、じゃあちょっと聞かせてとかって、まあちょっとお嬢さんですね。だけどそういうまあさっぱりしているところもありましたね。尊敬し抜いてたという話ではなそんななかった。いや、尊敬してましたよ、やっぱり。それ、うん、やっぱりその要するに憲法の学者で、はい、憲法っていうのはどっかに飾っておくもんじゃなくて使うもんだっていうことをやっぱりよく分かってましたね。だからまあ頭にくることあるじゃないですか、国会の中で、うん、まあ新人議員の頃ね、うん、その時にいや何言ったって答えないしこんな風にごまかすんですよなんていうことをちょっと相談すると、だって親子ぐらいの年齢の開きありますからね、うん、だから国会法103条って言ってやんなさいよなんて、うん、え、国会法103条って何ですか、国政調査権だよ、国政調査権、はあってな感じでね、やっぱりそういうのすごく役に立つんですよ。それは国会議員が委員会で全員この資料を出せっていうと、内閣は1週間以内ですか、出さない場合は内閣声明出さないといけない、それをしない限りは資料提出義務があるんですね、特定秘密法などができる前ですけど。内閣声明っていうのは簡単に出せるものなんですか。いや、そんな出した例がないんですよ。だから自民党も含めてなんとか合意を作って、例えばまあ刑務所の中で不審死が増えている、じゃあ刑務所の中で過去10年間亡くなった人の全資料を出しなさいっていうことを決めたことがあります。その段ボール20箱ぐらい来ましたね。で、まあ、土井さんというのは憲法と結婚したという我ぐらい憲法で、土井さんいい時死んだね、失礼ですけど、こんな今の時代だったら土井さんさ、こんだけ憲法が踏みちぎられて、もう来年今年変わろうとしてるわけでしょ、これで自民党退場したら変わりますからね、これは土井さんなんても生きてらんないんじゃない、もし、はい、もう一つ言うとですね、結局まあ土井さん自身が学者であったけれども、その土井憲法理論とかね、憲法理論ですか、そういうそんなに独自のものがあったとも思えないですね。ただある種のその大衆マススケールの政治として、はい、街頭演説に、まあ、最初に万を超える群衆を集めた人じゃないですか。ダメなもんはダメとかいう、大分なんかで10万人とかね、まあ、そういうのを、まあ、小泉さんとかもその後集めましたけども、その時はずっと密着して見て歩くと、やっぱりその街頭でほんのちょっとおばあちゃんがこうやって声かけたってことをよく覚えていて、それを福岡で言われたら今度は広島でその話をしみたいなね、伝道師っていうんですかね、人間が媒介になってその時代の言葉をそのぶつけていくみたいな、そういう能力ってのはすごいものがあったんじゃないかなと思いますね。で、結構やる社会党、今の社民党に対してもう相当な思い入れは保坂さんあったわけでしょ。小学校6年生の時にですね、冬休みの自由研究が1969年総選挙、日本社会党はなぜ負けたか。なんだよ、すごいな、それで、その負けた選挙の衆議院議員の最後の当選者は土井孝子さんだったんです。後で分かったんですけどね、まあ、そのあたりから関心が、はい、ありましたけど、やっぱりどうにもこうにも労働組合とかね、そういう官僚的な、うん、根回し政治とかいうのもすごくやっぱり古いものがありましたね、まあ、本当に会議で決まると思ったでしょ、こっちは市民運動出身だから、会議っていうのは決まるもんじゃないんだなと、その前に決まっていて、意見を適当に言わせて、はい、通過します。ですか、それは。ほとんどこういう感じですね、これね、区役所の長になってね、大変よく似てると思いました。官僚組織、まあ、社会党なんか自治労が中心勢力ですからね、やっぱ役所の仕組みとよく似てるんですよ、まあ、そこはだからいろいろ苦労したところもありましたね。はい、どんどんいきます。今回社民党が、桃色ゲリラのなんだっけ、あの子をなんか東京行くから出すとか、東京から地方から出すって言ってんだけど、どうなんですか、あのなんだっけ、どういうことですか、下田さん、なんだっけ、桃色ゲリラのなんて言ったっけ名前、
や、そんでネットでえらい叩かれたでしょ、社民党も終わりだねっつって、まあ、はい、社民党からは区長選挙に出るときに下平さんなどと一緒に、まあ、下級的な準備でやったときに、まあ、離党したんですね。うん、でそれはなかなかすっきりしていてですね、すっきりしたんだって本当に直接の関係は何もないんで、まあ、事情はよくわかりません。でも社民党も終わっちゃう、そう、それは言えないな、そんなこと言えるわけない。社民党自体はでも歴史的な役割を終えたのかというと、そうだよな、社民党社民党的なポジションっていうのは世界各国にあって、日本はそこの部分が結構スカスカなんですね。だから社民党がそこを代表できないとしても、うん、いわゆる社会民主主義とかその市民リベラルとかそういうふうに言われているようなところの、はい、まあ、主張する政党や政治勢力っていうのは、まあ、今後絶対伸びて行くはずなので、まあその一つのなんていうんですかね、一部分になってくれればいいのかなというふうには思いますね。結局はドイツの社会民主党みたいにならなかったんで、本当はなりたかったんでしょ、社会党って。それは転換するのは遅すぎたんですよ。だからやっぱりある種のそのベストな現実だけを掲げていて、現実政治ってやっぱりいろいろ妥協を迫られることもあるし、でも解決可能な方策を出していかなければいけないんですね。で本当はその自民社会先駆け連立という時代があって、今若い人は知らないかもしれないけれども、結構長続きしたんですね、連立政権で。その時に散々現実的に自民党と連立政権やってたわけですから、本当は学んだはずなんですけども、そのことがその後にちゃんと生きてなかった。村山さんの時ね、本当はそのことがちゃんと生かせて民主党政権につなげていければですよ、あんなに早くですね、その政権交代が瓦解していくこともなかったのかなと、今振り返ってみればというふうには思いますね。はい、急遽2011年に行きます。2011年原発が破裂した年ですね。その時に、世田谷区長選挙があって、その時に下平さんが、もう下北沢運動とか世田谷の運動をそんなにやってて、で区長をなんとか わしらから俺たちの、ね、側からなんとかできないもんかということで葛藤したんだよね、下平さんはね。そうですね、はい、僕自身は保坂さん の、はい、衆議院時代からもういろいろ、特に下北沢の問題は公共事業でもありましたので、はい、公共事業チェック議連の、うん、事務局長をやってらっしゃったんで、うん、いろんな情報もらったりとか、あと個人的に保坂さんっていうのがすごく気になっていたことがあって、世田谷区、その当時僕世田谷区下北沢に ずっと住んでいて、うん、私を使えっていうポスターがあったんですね。あ、保坂さんのね、保坂さんの私を使えってなんて聞いたなこと言ってるやつだと思って、で僕当時右翼やってたんで比較的どうなというか、なんか奇妙な人がいるなと思ってたんですけど、ちょっとその頃から気になってたんですよ。で保坂さんと特に平野さんを通じていろいろとお話をさせていただくようになって、話を聞けば聞くほど面白いと。で保坂さん自体に我が、僕自身も思っていたのが、国会議員としてまあいわゆる、国会の質問をと。で個人的には保坂さんって間違いなく国に必要な人だと僕は個人的に思ってたんですよ。だから初め実を言うと、僕保坂さんが世田谷区長になるってことはどうか懐疑的だったところがあるんですよ、うん、でも実はその後に311のあって、で杉並区長の田中亮さんが南三陸とかあの辺りを応援に行こうと、だけどなかなか入り道がわからない、じゃあこことこことこうにつけば入っていけるんだっていう話を保坂さんがいろいろやるわけですよね。当時ね、20キロ圏内のところにバリアができていて、なんかどうもそれは本当におかしな話なんだけど、そこでトラックが引き返してしまったりとか、中に入れないっていう見えない規制が出来上がっちゃったんですね。でそれだともう干上がってしまうということで、桜井市長が危機的な状況をテレビで訴えていて、でその20キロ以内に入っていいんだよと、
自宅で退避しなさいっていう地域なんだからということで、当時 の民主党政権に交渉して、いろいろ行政機関に連絡して、杉並区のバスが一等最初に入ったんですね、南三陸に。でそういうのを、保坂さんがどこどこ日記、彼のブログですけども、で書いていて、で僕自身も、あでも思ってて、どちらかというと、勇ましく国会で、自民党を追及する保坂信人のイメージがあったんですけども、あ実はこの人って、調停役なんだなと思ったんですよ。それまでは自分自身やっぱりそのまあパーってやるとかっこよい人で、まあそういうのでも実はこまごまこまごま面倒くさいことをやる人なんだなっていうことが分かって、うん、で当時下北沢、まあ、世田谷区いろいろ問題があったわけですよ。でその時にこの人だったらそういった調停できていくんじゃないかと。やっぱりよく勘違いされるんですけど、議員さんと首長さんって全然違っていて、議員ってまあそれぞれいっぱいいるんで、それぞれが自分の思ったことをどんどん言えるんですけど、首長って一人しかいないんで、いろんなものを取りまとめていかなきゃいけない。それが首長の役割で、でそういう意味では保坂さんって実はそういう人かもしれないと思って、保坂さんに4月の24日選挙なんですけども、3月31日の日に出てくれませんかという話を言ったのが、それまでね俺たちは下平をね、受かりっこないんだけど下平をね襲って立たせようっていう話があったんですよ。僕らの西武座下北沢というね、下北沢の道路拡張反対運動やってた時にね、ありましたね。まあもうやばいな、これ全体的な話をしたいんで、もう保坂さん最後の質問、区長はね国会議員の100倍ぐらいのことができるという、これで読んだのかな俺。そうですね、100倍、もしかすると200倍かもしれないですね。っていうのは国会議員は、はい、まあ、どんなに与党で、うん、大物議員だったとしても役所にやらせるっていう存在なんですね。俺が作った法律だとかトンネルだとかってそういう話がありますけども、まあ、所詮国家のそのキャリア官僚たちの行政組織を動かしていくということなんですが、まあ、例えば雇用の直接の仕組みを作ろうって言ったら厚生労働省と交渉して世田谷区三軒茶屋にハローワークを引っ張ってきちゃおうと。で今 10個の端末があって5人のハローワーク職員がいて、区でもキャリアカウンセリングとかやっているとか、もうそのね、なんかこう考えてその実際に仕組みが動き出すまでに結構早いんですよ。だからに、まあ、1年かけて準備して2年後にはもう始まってるっていう、まあ、速度なので、そういうことはなかったですよね、国会議員時代ね。だからやっぱり社会の先端で必要とされている、まあ今日も記者会見やって、はい、実は、重度の障害や、医療的ケア、気管切開してる子とか、はい、胃に直接チューブで栄養を送ってる子、医療的ケア必要ですよね。保育園で入れないんですよ。でこの子たちの保育園を特別の仕組みで作りますよと来年と発表したんですね。でこれもやっぱり1年何ヶ月か前にやろうよっつって、参考になるとこ一箇所杉並区ヘレンっていうとこ見に行って準備したんですね。そういうふうにこうもう指折りもう数えきれないくらいやっぱり具体的な現場を作り変えていくってことができて、それが1個か2個だと分かりづらいんですが、だんだん集積して輪になっていくと、やっぱりこの地域自体がちょっと変わってきたのかなっていうふうにじわりとこう変化が広がっていくのかなと思いますよね。はい、次に狙うのは都知事ですか？いや狙ったものはダメなんですね、きっとね。そうか、僕の前どうも、はい、その一生懸命やった選挙には落ちているんだよね。俺もね、杉並の時さ、保坂さんもう本当に憂鬱な顔してた。1年間もう毎朝駅頭に立ってるとか ね、そういう努力はあまり報われてないよね。だからなんか3月31日に思い立って19日後には当選してるみたいな、ね、なんか変な、だから狙ってないんですよ、そこでは。危機感があるときは本当に危機なんじゃないですか、そういうときって。
そうですか。はい、それでね、今日いっぱい本当安保法制から、ね、沖縄から原発から憲法は全部あるんだけど、今年の選挙の問題で多分これで30分ぐらいいっちゃうと思うんですけども、これダブル選挙があって自民党勝ったら完全憲法改正ですよ。でこれ松尾さんもここにいる全員がやっぱり今の憲法は守んなきゃいけないし、こんな立派な憲法をね、世界に誇る憲法をなくしてはいけないっていうのをここで多分一致してると思うんですよ。変えるなら変えてくれていいんですけど、はい、あのもっと権力者が、はい、あのやることに対して、はい、もっといろいろある程度 の制約がもうちょっとこう制度を増すとかね、はい、うん、あのそういう意味で変えるんだったら、ちっちゃなね、それは、うん、だったらいいんです。9条を変えるとかそういう話じゃなくて、で例えばその外国はもっともっと頻繁に変えてるって言うけど、はい、変えてるのってやっぱり重要なことに関しては変えてなくて、はい、ちょっとこうあの時代が変わってきた時に影響することだけを変えてきてるわけじゃないですか、うんうん、それがあの外国がみんな変えてるのに日本は変えてないじゃないかっていう言い方はちょっと当たらないと僕は思ってるんですね。だからあのいい方に変えるんだったらいいけど、権力者が欲しいままにすると、であの国民の側に何らかのその制約であったり負担であったりっていうものを増して、権力者が自由にできる割合を増やそうっていうような変え方を今しようとしてるとしか思えないので、そういう変え方に関しては僕は反対だっていうところです。安倍さんもね、はい、安倍談話っていうのを出しましたね、はい、去年戦後70年でね、はい、で彼は昨年の末はあの韓国との従軍慰安婦問題の合意をしましたよね。それなりにもともと言ってきたこととはだいぶ修正して言われてるんだろうと、そこはまあ評価するところもあるんですが、ただよく耳をそば立てて聞いていると、あの戦争 の悲惨さ、平和の大切さまでは言うんだけど、どうしてそんな戦争になっちゃったのと、誰がその戦争に誘導したのと、その責任は誰がになってきたのかみたいなところについては全く言及がなくて、まあ、とりわけ僕は直接国会で彼に聞いたことあるんだけど、戦前の教育のどこが間違っていましたかと言ったら、やっぱりにわかにその聞かれても答えられないっていう返事だったんですね。僕の方の、まあ、彼に投げかけたのは、やはり国民が何か、国に対して批判をするといわばそのお縄になるという、そういうその言論をその全部踏み潰して批判の目を全部抑え込んだ、そのことがやっぱりあの戦争に歯止めがかけられなくなってしまった根本じゃないですかというふうに言ったんですが、そこのところが今一番危ないんじゃないですか。あのメディアに対する対し方、あのキャスター気に入らないとかね、あいつを下ろせとかね、そういうことを平気で言い出している、そこがやっぱりすごく危ないと思いますね。それにもしね、そういうことが原因であった、あるいはその何か助長したっていうことがもしあるとするなら、それこそ今強大な権力を持っている側の人たちが理科に冠を正さずで、そう思われないように律して運営してもらわないといけないなと思うんですけど、そういうところはみじんも感じられないのが今の風潮だなと思います、うん、でも彼は絶対ブレないって言ってますよ。ああ、まあブレない、ブレないっていうことが大きなブレだと思うんですよ長い歴史からすると。まあ、ごめんね、だからもっと掘り下げて言うと、やっぱり治安維持法って法律があって、この治安維持法って法律はやっぱ作ってはいけない法律だったんですよ。なぜなら心の中で考えたことを処罰する法律だから。心の中で考えたことって証明のしようがないんです。それはだから自白しかない、魔女裁判みたいなもんです。だから拷問になるわけですよ、はあはあ、ということで、今に移していくと、例えば共謀罪っていうね、僕が国会で問題にした、まあ結局今成立してませんけども、そういうものもね、この参議院選挙後に、必ず出てくるということに今言われてますよね。まあ、そういう意味では自由に意見は言える、それに対して言論には言論でちゃんと反論する、その言論空間が保障されている社会っていうのは絶対これ捨ててはいけないし、ここが今年の夏の大きな焦点なのかなと。でも安倍さんの方ももう会見を争点にするって言い切っちゃいましたよね。でとにかくね、この日本このまんま行って、で今ねまた内閣支持率伸びてるでしょ。こんだけむちゃむちゃやって国会も今まで開かなかったし、もう質問すら答えられないのが、なんで
私立が伸びていく 37% まで落ちたのが今 50% ですよ。なんでこれは素人から言うと、もっと野党の皆さん、あるいは頑張ってほしいという反対、いや頑張るも何も、頑張ってるんでしょうけど、燃費悪すぎ、燃費悪い、あのね、なんていうんですかね、タイミングとかね、で本当は僕はそういうことは不純だと思うけど、テクニカルなその狡猾さ老獪さで完全に負けちゃってるんですよね。でやっぱり何かこうそれに反するものを持ってるっていう志を抱えてる人たちはフェアにやりすぎちゃってるところがなんかあるんじゃないかって気もするんですけどね。結局ですね、自民党が一強というけど本当に野党が弱すぎて、でそれともう一つはどうもその自民党と同じような野党っていらないわけです。維新とかね、そういうのはいらないわけです。で民主党の中にもそういう傾向もあったわけですよ。必ず同じ土俵で提案しなきゃいけないみたいな。でもやっぱりじゃあ今の社会のとりあえずその、まあ、新自由主義っていうかね、法人減税どんどんやって消費税上げて、挑戦と、ね、一億総活躍なんて言ってね、うん、やってる社会に対して、うん、いやそんなもう成長神話はもう終わったんだよと、で持続可能でこう、まあ、少なくとも総合扶助的な機能をより強化していくと、財政赤字の問題にもしっかりこうやって結果出しますよと、そういう政策ビジョンが不明じゃないですか今。だそこの対抗軸をきちっと作っていくとですね、実は世田谷区長選挙でも19万6千人の人が僕に投票してくれたわけですね、うん、相手候補は与党、国政与党の推薦だったけども、まあ、半分以下だったわけです。ですから保守層、安倍さんを支持しているその 50%、40% の中にもですね、いや、やっぱりそういうふうな総合扶助とかね、差別の解消とかね、進めていこうよ、選択的夫婦別姓ぐらいはこれ認めていいんじゃないのというような層が必ずいて、それは少数じゃないはずなのね。ところが自民党と同じような土俵で勝負しないと勝てないなんて思ってるもんだから、まあ、やっぱり全然 対決軸が見えないというところにあるんじゃないかなって気がしますね。やっぱり発信力でちゃんと2つというか、まあ、2つじゃなくてもいいんですけど、比べられるっていう状況をちゃんと分かりやすく興味深く見せてアピールしてくれる人たち、あるいはメディアなりが多くなればいいなとは思うんですけど、そういうところにはなんか至ってないっていうのが、多くのなんとなくムードでみんなが応援してる、あるいは支持してるっていうものを支持しようっていう日本人のもともと持ってる体質というか、まあ、気風みたいなもので、もともとその日本の社会も成り立ってきてるんでしょうけど、それがなんか今ちょっと悪い方向に出てんじゃないのかなっていう気もしますよね。今はい、まあ、今回カナダで、はい、政権変わりまして、トルドさんがなって、マリワナが解禁されましたね、カナダいや、はい、でも、まあ、あとスペインでもポモデスっていうイングレシオスっていう人がやっている政党がもう第3党になって、まあ、将来的に彼が首相になるんじゃないかと言われてるんですけども、でも、まあ、その中でやはり彼らがやってるのはやっぱりちゃんとした説明らしいんですよ。丁寧に説明、どうしても僕は思うんですけど、いろんな、まあ、リベラルというところに行くと、こんなこと分かってるだろお前らっていうような感じの、ちょっと上から目線っていうか、それが強すぎるところがあって、でやっぱりそのもうちょっと分かりやすいところから話してあげたりとか、いや実はでも僕は保坂さんが今回当選した一つの理由の中に、保坂でいいじゃないって、うん、別に彼はちゃんとできてるし、こういうこともやってると、だから本来は向こうの方に投票すべき人たちも保坂さんに入れたと、つまりこの人だったらいいじゃないっていうことをどれだけ広めていくかと、そういうのが今足りないんじゃないかと思うんですけども、いかがでしょう。やっぱり人々が幸せに一歩でも近づくというのが、まあ、政治のね、結果として実現していくというふうになれば、これはいい政権だということになりますよね。で今安倍政権は株価が4日5日連続ですか、今日もまた400円以上落ちたでしょ。これ株価政治ですからね、株価政治、そういう意味では
実質的な賃金とか消費も伸びていない、むしろマイナスになっているところで株価に依存してなんとかカンフル剤打ち続けてきたのが、もしこれがこのまま落ちていくようであれば参議院議員選挙の空気はガラッと変わるはずですね。ダブル選挙もできないですよね。もちろんそれで、うん、もう一つはだからその時に民主党政権自体の僕やっぱり総括をね、もう遅いようだけど、うん、やっぱり一つ一つの個々の場面じゃなくて、なんかやっぱりコンパクトにきちっとすべきだと思うね。あんなに期待してこんなにがっかりしちゃったわけだから。でもいいことやった、いっぱい民主党いいことやってるんです。小さいことはすごくいいことやってるの。例えば障害を持ってる人が全部審議会に入ったりとか、うん、そういうこと初めて起きたことっていっぱいあるんですが、ね、でもアピールが下手なのと間が悪いっていうことを ね、ここだけはやっぱり訓練していただかないとと思います、ね、それよりは結局消費税を上げるっていうボタンを押したとかね、そういうところが、うん、印象強いでしょ。そうですね、やっぱりやると言ってやらなかったとか、うん、ヤンバダム中止だと言って、元通り作ることになりました。みんな元通りになっちゃうでしょこれ、うん、日本それはだからじゃあそんなにグラグラするんなら自民党でいいじゃないかと、ね、ただ政治に対してつまり素人の側、まあ、有権者も含めですけど、はい、何かこう元戻っちゃったね、あれだけ大騒ぎしてでこういうことになっちゃうっていうことで、でじゃあダメじゃないかって怒りが湧く人と無力感になって、まあ遠征感というんですかね、で興味なくなって結局のところ何にも考えなくなったり情報遮断したり、あるいは投票所にも足を運ばないなんて人が増えてしまうことの方がよっぽど不幸だと思うんですよね。典型的な僕ですよ。僕安倍うつになってあれからもね、社会の新聞の一面読まないもん。それから NHK のニュースも見ないもん。いやだから安倍の顔見るだけでもうねイラついて、ね、でそうするとどっかでふっと帰ってくると日本の民度ってのはどうなってんだろうというね、その日本人っていうのはほとんどバカなんじゃないかというね、そういうふうにね、もうちょっと日本人はいやもうちょっとねバランス感覚は持ってるけど、ただスロースターターすぎてちょっと演出に追いついてないんじゃないかなっていう気はします。政治家の側から言うと、その要は商売やってる人がね、消費者はバカだって言ったら終わりなんですよ。売れないのは消費者は悪いんだとで終わりなんですよ。やっぱり政治家の方が民度があって言い始めたら、自分の能力のなさと政策発信力の芸人が客が悪いって言ったらそんなお前ら笑わないの、お前らが悪いんだとだからやっぱり政策パッケージだと思いますよ。つまりこの世の中、この雇用の状態、格差はこんだけひどい、子供の人口どんどん減ってる、じゃあどうすんのと。で介護でみんなもう今ね、介護 の職場 の待遇改善が加速しないとね、もうね、福祉の学校にね入る人がもう激減してるって言うんですよ。雇用が他に出てきたでしょ。あまりにも雇用がなかった時期が長いじゃないですか、日本で。やっぱり介護福祉の分野って膨らんできたんだけれども、もうね支え手がこれからつなげていけないですよ。介護も産経になっちゃってるってことですね。もちろんだから それじゃいけないわけじゃないですか。いけないわけです。介護も保育もそうだけど、うんうん、やっぱり人が人を支えるっていうのは、うん、まあこの国のね今 IMF で27位になってるそうですね。勝手に3位だったと、うん、まあ、国がね27位で、アジアで4位に、シンガポールが1位、ブルネイが2位、シンガポールに負けてんだ、3位が香港だ、うん、でもそれに、うん、こんなんじゃなかったっつってこう直視しないってのはダメだって日経新聞がね社説で書いてるんですよ、元旦の。だからこれが基本的に、ね、うん、日本人の墓地思想性というかね、要するにもう何ていうの、考えることを放棄してるというしかも思えない。だからその、はい、安倍政権が相変わらずそのまあなんていうのかな、幻を追うがごとくね、成長神話、一億総活躍と言ってるのに対してそれはいかんよっていうだけではなく、じゃあ持続可能な福祉のその展開ってこう やろうよというところがね、そのはっきり見えてくれば、この財源をこういうふうに動かしてこうやりますというところが、まあ、全然打ち出せてないんだと思いますよ。野党がすごくこう力をつけてきた、野党というのは今の野党が昔、数年前ですね、力をつけてきてまだ政権は取ってない頃、やっぱり面白いなと思った、期待感持たせたっていうのは、これよりこういうシステムの方がいいでしょっていうので説得力のある
アイディアがいくつもいくつも並べられて、でそれぞれに、ま、あのシャドーキャビネットっていうんですかね、そういう担当大臣みたいなのがいて、それでどうだこれの方が魅力的でしょっていうプレゼンテーションがまだできてたんですよね。今全くそれができてないっていうのが、やっぱり自民党がね政権取ってるのはそれなりに訳があって、彼らはあの老解でもあると同時に勉強もしてるんですよ。そこを見くびっちゃいけないんですよ。僕はあのリーマンショックの後、その雇用保険の財源からこんなことができるんじゃないかって自分で考えて、その労働組合の一番ちっちゃいところでね、こう、まあ、苦労してるような人に話を聞きながら7つくらいの提案したんです。そのうちね3週間でね、平野さん、あのリーマンショックを4つもう自民党政策に飲み込んじゃった。クリアしたんだ。社民党の僕が、ね、あの言ったことをね、うん、丸呑みですよ。そうなんだね、雇用促進住宅使ったらいいんじゃないの、うん、派遣切りの人に使うようになりましたよ、今の増税大臣の頃ですけどね。だからやっぱりそういう柔軟さがあるし、あ、世田谷区で見に行こうとしている、例えばフィンランドの、あの保健師さんが一人の子供をずっと学校に入るまで見ていくっていうネウボラって仕組みがあるんですよ。これ世田谷でやろうって言ったら、なんだそれってみんな言ってたら、やっぱり森雅子大臣が行って1週間感銘しましたって言って国の政策にしちゃったんです。だからいろいろ世田谷区で、自然エネルギーやろうって言うんでデンマークロラン島行ったんですよね、2年前に。そしたら私が帰ったと4人の大臣が来たって言うんですよ、同じ島に。だからそういう力っていうのがやっぱりまああるわけですよ、自民党にも。だけどそれだけそれを凌駕するようなね、やっぱりその分散個別でちょっとつまみ食いじゃなくて、じゃあ、こんな社会にしてみようよっていう夢だよね、そのビジョンが、ないでしょ。だから自民党を一回下ろしてみようってことは実現したわけですよ、2009年に。だもうそれはなんていうかな、二度と使えないんです、この手は。一回やらせてくれっていうのは、一回やらせたじゃないかと。だからそれじゃダメなんですよ。俺菅直人なんか結構好きだったけどね、なんであんな叩かれなきゃいけないのこの人。ダメ。いやだからやっぱり今度は社会をこう変えるっていうことを出さないとダメなんじゃないですかね。で今年サミットがありますね。これでサミット、伊勢志摩サミットですね。これがね多分日本議長国でしょ。でこれが成功したらダブル選挙あって調しますよ自民党。甘い。まああのダブル選挙は毎回自民党勝ってますけども、あの政治の世界って同じような法則で、はい、あの必ずね与党圧勝なるとは限りません。大体あのいろんな予測を立てるじゃないですか、うん、その前例と同じ要素のところを出してきて専門家の皆さんが解説するけど、でもなんか外れてることの方が多いような気がするんですよね。もちろんまあどっちが勝つかとかそういうレベルではある程度はあるでしょうけど、まあ、それもあの歴史ってきっと法則性なくて、地球上というか宇宙が始まってから起きてること全部初めてのことが起きてると僕は思ってるんですね。で後から共通点を探し出してこれ似てるねって言ってるだけのことで、必ず初めてのことが起きますから。そうですか、うん、そんな希望持ってますね皆さん。いやまあ希望といえば希望でしょうけどね。すごいな。俺ね2ヶ月ぐらい前に小林義則がね、要するにツイートで、要するにね、で政治、日本の政治家もバカだから国民もバカだからどうしようもねえよってツイートがあったんですよ。俺もっともだと思って、これでそうだよね、あとはもうね日本はねもうこれで、あとそんで1週間前に森達也と話したら、日本人はもっと絶望しろと、で絶望し抜かなければいい国はできないって、ドイツがまさにそうだって言うんですよ。僕は絶望してる暇はないですよ。暇だ、そうかそうか。だってやっぱり、はい、社会をより良くすることはできるんですから、はい、うん、で競争で振り落とされて、で今はついさっきもあの青年会議所っていうね JC ですよね、若手経営者の会、彼らがですね児童養護施設のそのサポートをする事業を3年も続けてやったんですよ。でその結果世田谷区で、まあ、今度養護施設を出る18歳の子に5部屋の区営住宅を提供することになったんですよ、家賃1万円で。でそれもあの彼らもとっても喜んでるわけですよね。で それ日本でほとんどあのやってないんですよ、これまで行政としてはね。で今度給付型奨学金やろうなんていうことも考えてるし、でそういうことを、まあ、これはあの政党会派の対立ではなくて、まあ、地域の、まあ、いろんな考えの人をこう集合しながら、やっぱりずっとあの
経済大国と言われながら、うん、今はもう経済大国と言われない経済中国だけど、うん、でもようやくそこに目が届いてきたっていうのは社会の進歩でもあるわけですよ。そうだよ、だって格差対策や貧困対策をしないともうダメになるっていうことをもうみんな気がついてますから、じゃないともうどんどん子供は生まれないし、もう福祉も破綻するし、はい、もうこの国は本当ダメなんですよ。はい、もっともだと思います。だからそれをきちっと踏み切れるかどうかのビジョンですよね。大阪のことってかっこいいね、言うこともかっこいいじゃないですか。いやでも、まあ、本当いっぱい増えていただけると、こういう政治家が増えていただけると、なんか絶望しちゃダメなんですよ。絶望しなきゃダメっていうのはレトリックの問題だと思いますね。絶望するぐらいに危機感を持って何とかしなきゃって思えっていう話で、絶望はやっぱり終わりですよ。いやもう染まった方がいいんじゃない、日本なんてなっていうのはさ、俺若かったら絶対日本染まないね。ニヒルに考えるとそういう言い方もかっこいいんですけどね。やっぱりね、はい、政治の仕事っていうのは絶望のただ中に希望の一点の光を灯すことなんですよ、はい、それが実は仕事なんです。絶望的な状況の時に絶望しましょう、まあもうみんなで寝ようよと言うと、ね、もう壁は絶対破れない。まあ一人でも起きてね、二人になってね、三人で少し壁を揺すったりね、登ったりしながらね、うん、あ、いやここに穴があるじゃない、ここに隙間があるじゃない、行こうよと、はい、これが政治ですよ。今こそですね、そういう、まあ、真の勇気と挑戦欲を持った、ね、私はもう70過ぎだからもうね、もう政治には関わりたくない。でもやっぱりその世代に責任があるわけだ よ、 そうですよ、実はこうなっちゃったのは、ね、壊すだけは脳じゃないんだから。いや怖いですよね、もう本当にもう憂鬱でさ、もう去年1年間俺 ずっと憂鬱だったもん。いやでも諦めちゃダメなんですよ。諦めないっていうことが大事です。松本さん諦めてないの？いや諦めないですよ。でも頑張らないですよ。どんな展望があるんだよ。展望なんかないんですよ。諦めないだけなんですよ。でもなんか隙間があったらスッとこう食おうっていうようなことですよね。これ芸人のもう。だって、まあ、よく言うじゃないですか、チャンスをその目をつぶっていて後ろを向いていたらそのチャンスのまあ、天使の手を握ることはできないわけですよね。ピンチはチャンスとも言いますしね。そうですそうです。ですからやっぱり今これだけ世の中が閉塞してきたってことは逆にみんな本物を求めてるわけですよ。はい、本物を求めてんだよ、はい、アイコ。でこのアイコっていうのはこの子はね面白い子で、ぜひねちょっとしゃこの子は壊れ物の祭典っていうね、全国の引きこもりだとか、はい、それから男に振られてどうのこうのとかそういうやつを集めて頑張ろうよっていうね、こう鬱の人がこう自分の黒歴史を面白おかしく話すようなイベントをやってやってる子なんですよ、はい、はい、今日聞いててどうだった？聞いてて、はい、例えばその1億総活躍社会っていうのを聞いた時のなんか戦前感がすごいというか、戦後のはずの今がなんだこの言葉の戦前感はみたいなのを感じたりとか、あとテレビを見てるとこう両論兵器の顔をした偏ったニュースがこう入ってくると、あ、そういうもんなんだって思い込みやすいので、ちょっと路上に出てないとすぐにそう平野さんの言う安倍鬱になりやすいというか、それこそこう自分で考えてるとどん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 そのニュースに流されがちなので、それでその例えば今穂坂さんがおっしゃった絶望してる暇はないっていう言葉だったりとか、高校生のティーンズソウルの子たちの言葉とかを見てこう車に構えないでいたいなというのがすごい思っているので、夏のその選挙権の年齢引き下げにはちょっとすごく期待をしたいなと思ってます。これからどうですか、社会は変わると思います？どうでしょうね。1億総頑張ればいいんじゃないですか。1億総火の玉になって、1億総玉砕にならないようにね、すればで、1億総白痴化にもならないように、1億総ってあんまりイメージのいい言葉が今まであんまなかったですよね。今言ってくれた言葉の中で、例えば引きこもりの若者たちの支援センターも池尻に作ったんですね。でもう1600件の1年間で相談が累計であります、がたまり場も作りました。それからもう一つは悲しみに打ちひしがれた時に寄り添ってその悲しみを分かっちゃうで共感しながら傾聴すると、ね、そういうグリーフサポートっていう、まあ、そういう事業もね始めたんですね、まあ、そういう意味でこれまでの行政がやってなかったことっていっぱいあるし、でそのことをさらに
遠心力が働く社会の中で、そこを遠心力を少しこう切り替えていくっていうね、つながりに、絆という言葉は嫌でしょうから、つながりに変えていくってことは大事かなと思います。2016年の保坂信人の初心、競争より連帯を、人を出し抜くよりそっと支える社会を、これが、テーマ。かっこいい。ちょっと軟弱じゃない？大丈夫ですか？そっとってとかやいいんだよね。俺支えてる支えてるって言わずにね、そっと支えてるっていうのが、これハフィントンポストで毎週連載しているブログのタイトルです。で一番のなんか危機感というのは浜岡原発が危険怖いっていうことをよくおっしゃってる。浜岡も柏崎刈谷も同じですよね、はい、どんどん原発再稼働するわけですから、はい、これから、はい、でどんどん北朝鮮核実験のね、スピーディーはなんか急に出ましたよね、福島の時は出なかった絵が。でもこれ本当に何にも学ばない社会なのかっていうのだけはごめんですよね。で松尾さんさ、だって5年前に ね、4年も5年前にあんだけね原発あれしてね、で要するに電気をねなるべく避けて使わないようにして、で節電してちゃんと原発が動かないやろうねってみんな決意したはずなのに、今世界で一番明るい国は東京だってよ。一番電気を使ってるのは東京だって。喉元すぎれば暑さ忘れる。バカじゃないのっていうさ、感覚しか思えない。だって今原発もう電気なんかジャブジャブですよ、東京あたりは。何これ、40って何なの。動かさないと足りないよって言ってたのって何だったんだっていう、まあはい、だって5年前はね、はい、原発が止まると産業が止まり江戸時代になるって言ってたんですよ、はい、思い出してくださいよ、はい、それで節電に協力しないと制裁を課すということまで言ってたんですよ。電力使用制限令っていうのを作って。だけど自然エネルギーがどんどん広がって太陽光発電もわーっと広がって、まあ、むしろ原発何基分ってできたんですよね、うん、そしたら今度接続を制限しようって話になったでしょ。もう太陽光やめようって話になったでしょ。なんだよこれは。これはおかしいよね、うん、こんな国はない。そこは自民党がどこが懐が深いのよ。だから懐は深くて上手なんですよ、料理するのつまみ食いが。やっぱりその時代のニーズ、例えば子どもの貧困対策みたいなことに対してやっぱり一見が分かってくれてるなと思わしめるような政策をピッピッとこう部分的だけど出してるわけです。根幹はダメだ、ね、今日は保坂信人の選挙演説で終わっちゃったっていう感じでもうとにかく10時で終わるっていうのはもう基本なんで、終わります、俺はね今日こんだけ調べてきたのよ。結構頑張って沖縄とかもいろいろありますよね、半分も俺聞けてないというね、まあ、最初喋りすぎちゃったんですね。まずねこのお方が突然来たんだ松尾さんが突然ね、今日空いてるから行くよなんて、ちょっと待てよと保坂さんだ。あ、保坂さんとね絡み合わせるの面白いなと思って呼んだんですけども、もう本当はもう一人一人もったいないですよね、こんだけの重鎮を、はい、また、はい、またこれね、これ本当に今日多分ね、今日面白かったよね、実は面白かったよね。これもう一回やりたいですね、ちゃんと。いや今回はもう下でちゃんと人を集めてやろうということも含めて、ぜひお願いします。ありがとうございました。最後言いたいことありますか？なんかどうぞ松尾さん、なんか言いたくないでしょ。宇宙人はなぜ地球に来ないんだよ。僕宣伝していいですか？今月の1月15日から24日まで、はい、新宿の紀ノ国屋ホールで、はい、いや演劇なんだ、7つの秘密という芝居をやります。脚本、脚本は細川徹さんという、総留恵子さんの旦那さんで大人計画の鈴木さん、松尾さんの、細川徹君という人が書いてくれまして、まあまあみんな秘密って言っても特定秘密じゃないですよ、本当は軽い秘密ですけど、それをまあまあ、ま、守ろうとして必死になって滑稽な大人たち7人の話でございます。あ、そうですか。もしよろしければお運びください。なんでもやっちゃうのもこの人ね、これマルチだよ な映画も作ってるらしいよ。映画、年末に石巻の缶詰工場が流されちゃった話をですね、また再建できたっていうのを映画を僕初監督で撮ろうと思ってまして、それの準備中で年末あたりに、回そうかなと思ってます、ね。松尾さんとは世田谷の街角でね、ばったり会ったり、イベントで会ったりしながらね、じゃあ、もしかしたらあんた行きたかったんだよ、俺、古館はどうなってんだよ、お宅の、プロジェクトでしょ。ああ、多分あさって飲むんで聞いときます。これはいいですね。古館、なんかいいね。
どうするんでしょうね。お宅の事務所だってあれやばいじゃないですか。売れたってが稼げなくなったら。え、そうなんですか。上の方の人たちのことは全然分かってないんですよ。わかりました。ありがとうございました。今日の、放送はこれで終わります。これから飲みに行きます。ありがとうございました。はい。あ、来週はおしどりまこけんさん。はいはいはい、で原発の話になると思うんですけど、本当原発のね、本当の話を聞いてみたいと。だってもうツイッターとかフェイスブック見てるともう怖くなるくらいやばいんだよな東京も。でも本当なのかよこれっていうのはちゃんと聞いてみたいっていう気がします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。